はい、えー、それではあですね時間になりましたので、えー、始めていきたいと思います、えー、2017年度、平成29年度の行政書士試験のお詳細分析会という形で、まあ、あ前後半合わせてですね大体2時間半ぐらいですかになりますけれど、えー、お話をしていきたいと思います、えー、担当はレクセリン任講師の横溝ですよろししくお願いします 2017年度、まあ、先週ですけどね、もう1週間経って、いろいろなあ情報も出てきたりはしていますし、えーまあ、どんな試験だったのかなっていうのは、なんとなくご自分の出来などもですね、ようやっと客観的に見ることができるようなあ時間になってきたのかなという方、多いかもしれませんけれども、あのー 一応、レックの場合は、無料成績診断といってですね、まあ、ある程度の数の方が、ご自分の回答、記述、択一ですね、えー、送ってくださって、まあ、それで平均点などがある程度出ているということだったりはします。まあ、まず、そのあたりのところから、この試験ですね、今回どんな感じだったのかなっていうのは、あ,ある程度わかるかと思いますので、今回、レジュメのところですね、1ページの えーまあ、上はいいや下のスライドからですね下のスライドからというので、まあ、いくつかあ年度を隔ててですねどんな結果が出ているのかなというのを、えーまあ、示した図を入れておきましたで、まあ、大体、無料成績診断に送ってくる方は、まあ、基本的には自信がある人が多いので特に序盤の方は高く出るというそういうような傾向が 強いのは、まあ、少し差し引かなきゃいけませんから、あくまでも数字の推移だけね、一応参考までに見てください。実際の受験生は、あの、どの年でもマイナス10点ぐらいの平均点だと思います。こんなに高い点数をみんなが取ってるっていうわけでは、各年度ないだろうということなんですけれど、まあ、それを踏まえたとしても、あの、2017年度のところですね、こちら、まあ、数字が日々動くものですから、一番新しい、 データでということになりますけれど、あの合計点のところの平均がね、今のところ百六十三点四というような数字が出ています。まあ二千十五年度よりもまた四点ぐらい上回るような結果ということなので。 うんこれだけ見るとねとても出来がよろしくていらっしゃったのねっていうそういう感じの結果だというふうに言っていいのかな、内訳なんですけれどあのこれだけ上がった最大の要因はここですねあの一般知識のところの出来が非常に良いというのが。 あります。こんなにあのー、レックの無料成,成績診断でですね、一般知識の平均点が38点台というのは、これ2009年以来です。あのー、実は2009年の時に38.5という点数があ平均点で出ていますので、まあ、その年以来の、よく一般知識の点数が高く出た年というふうに言っていいのかなと思います。まあ、それまでのね、 まあ、ここ5年の推移を見ていただいても、うん、1問分ぐらい多いのかなっていうのが実際のところだったりはしますね。内容はともかく蓋を開けてみたら確かにあの今週火曜日からだい、う、た、ん、い560人ぐらいの方と個人面談をずっとしてきたんですけれどそこでも合否にかかわらず一般知識だけは。 あの9問、10問、11問できているという方がやっぱり多数派だったりはしますのでまあとでねどの辺の問題がどうだったのかというのはまた個別に見ていきたいとは思いますけれどまあひとまずとにかく結果としては一般知識の出来が非常に良い法令科目はどうなのかなって序盤、ものすごい良かったんですけどだんだん人数が集まってくるにつれてうーんそんなにでもないねっていう話には落ち着いてきたようです。まあ高いけどね 高いけれど124.6ということであの近年だと比較的、えー、解きやすかったと言われているのが一昨年の2015年なんですがそれよりは若干下回る、まあ、同じぐらいの出来という感じですかねもうとにかく一般知識で1問分ちょっと上乗せされちゃったとっいうのが全体の出来の中でなんとなく良さそうに見えるところなのかなと思います。 まあ今年がね出願者が5万2214名ですからあこの5万2214名で大体受験率は78%ぐらいなのね毎年ね。 78から80%ぐらいです。残りの人は受けてないっていうそういうことになります。あのー、まあまあこれはもう数字上の問題というかちょっと遊びみたいなものになっちゃうけれど5万2000人ぐらい受けていて78%受験するんであれば実際受験しに行った人は4万人ぐらいってそういう計算になります。あの、ここまでの合格者などでですね一番多かったのが2015年の5800人ぐらいっていうのが合格者で多いんだけれどもしそれで行ったとしても合格率が14% ぐらいっていうそういう感じになりますのであのそれより上に行くことはないんじゃないかなとは思ってますだから、結果的には、まあ、2015年度よりちょっといいか、まあ、同じぐらいかに落ち着くんじゃないのかなそんなに17%、18%って達見じゃないんだからそんなに上まで行くってことはあまり想定はしてないです、えー、そんなにこの平均点ほどを個別相談に来た方がみんなできているわけではありませんので。 えー、そのあたりを考えるとそこまでものすごい高い合格率が出てきてびっくりみたいなことにはならないかなあの相当昔のデータであればね、えー、2002年に19%っていう合格率を出したこともありますがまああの試験制度が今ともう違うというところもありますのであのーうん 2006年以降の今の試験制度になってからの合格率としては多分今年出るものが一番高いだろうとは思いますけれどそんなに驚くほどものすごい高い率っていうわけではないんじゃないかなと思ってますまああのあまりにも極端に高くなりすぎないようにおそらくそこはえまあねちでもお話題になってますからああ非常に 不安に思っている方も多いかもしれませんがその記述のところの採点などで調整はできますのでまあ多分1 4 5ぐらいにはなるかもしれないけどみたいなイメージなのかなというのが今のところのデータということになりますかまあまあ合格率はねこれは 180点超えた方がどのくらいいるかぐらいのものでしかないですからあの行政書士試験の場合はあんまり意味はないかもしれませんけれどもねということなんですね。ととににかかくあの法令科科目目それから一般知識科目ともに まあ受験生のデッキというか解きやすい問題だったというイメージを持った方はあの渋谷で取っているアンケートなどでもですね昨年と比べると圧倒的に多いだから試験が終わった直後にアンケートに答えてくれた人たちがまさにもうあの選挙の出口調査みたいなね感じで答えてくれた人たちの実感みたいなものは比較的解きやすかったとかまあ,あんまりそんな難しくなかったって方が圧倒的に多かった。 っていうののももままああるのかもしれませんね科目別に見てみますか、まあ、まずはあ相対の全体のね評価みたいなものですけれど、えー、2ページの上のスライドですねそちらを見て、えー、くださいあの全体としては言うまでもなく昨年よりは解きやすいというのはそれはもうはっきりしているのかなとは思います。 ただ、やはりですね、あのー、点数が伸びた方、伸びなかった方、いろいろいらっしゃるかもしれない。まあ、ここですね、憲法の出来は非常に、 合否に直結すするものががああっったたインパクトがあったと思いますやはりあの憲法のところ基礎法学まで含めて7問で計算するのであればそこがやはり4問以上取れていたかどうかというのはあ全体のところでですね合格点にたどり着くかたどり着かないかの大きな分かれ道になっていたかなそこが1問2問にとどまった方も結構いらっしゃるようなので憲法でガタガタっと崩れるとなかなかリカバーは厳しいというのはもう例年通り。 ですやはりあの行政書士試験の中でのもう裏の、ね、メイン科目という言い方はしていますがあ憲法の出来というのはものすごく合否に直結する多種選択含めて、えー、合否に直結するのかなというのは今年も同じだったと思いますあと、行政法なんですけれどあんまりできてないというイメージが強いです。 あのー、合格ラインに行っている人でも14問以上実際、個人面談してても13問、14問レベルの方が多かったです今日初めて午前中、まあ、今日の、ね、このイベントの前にもあのなんとまあ個人面談が組まれるというようなもう鬼のようなスケジュールとい,、ね、ういう感じではあるんですけれどそこに来た方で初めて19問中18問正解という方があいらっしゃいましたけれども、まあ、ちょっと少数派です。だ意外と出口調査的にはは行政法は うん、結構できたよっていう感覚でなんかこんなでいいのみたいな感覚で解き終わった割には蓋を開けたらあれ15問取れてないねっていう方が多かったのかな。あのーまあ、後で個別に問題を見ると 正当率がすごい悪い問題が中にあったりするのでうんなん、どうやらあいくつかの問題で、えー、いろいろとお判断を間違えたというようなのがあったのかもしれませんあの民法6問以上というようなあ書き方をしてますがあの実際、ね、合格ラインに行っている人はもっと取ってます、えー、行政法ができなかった分民法のところはこれ7から8問ですか7から8問はあ民法で取ったっていうのが。 この行政法で苦戦した分がそこでカバーされているというイメージが強いです。なので、もしかしたらこの中でも7問、8問ねだから、もう行政法で18問民法で8問みたいな感じで、まあ、ちょうど今日午前中来た方は取ってらっしゃったのでそうするともう全体の点数はぐわーっと上がっていくっていうような状態にはなるんだろうというところですね。民法が解きやすかかったあの中身云々はともかくともくして 組み合わせ問題が多かったりとかしていたために全部分かんなくてもとりあえず答え出ちゃったって人が想定以上に多くてあのこんなに模試でできたことありませんっていうようなあ感想を漏らす方がやはり多いなっていう印象を強く持ってますそれから多選択は例年通りですまあ18点以上だから9個以上埋まったかどうかあのね合否を分けたのはこれみたいです。 心当たりのある方もも多いかもしれません問題42番「行政法の1問目の多種選択の最初の空欄」ですこれを、えー、正解番号いくつだったか忘れたけどそうそうそう3を入れた人ね、えー、問題42番の最初の空欄のところで3番を選んじゃった人ねうんまあねそこの問題は。 完全にもう。 あの4つお手上げって状態に追い込まれるというのはこれはまあよくできている問題だといえばそうかもしれないしなんでそこ間違えたっていうふうふに言われても仕方がないものがあるかもしれませんあの回答速報会の時はこれは簡単だねなんて言いながら答えを言ってたんですけれどどうもその反応がねいやそんなことないですけどっていう反応がこう返ってきたのでおかしいなと思ってたんですがまあ蓋を開けたらあの正答率含めてこれ問題42番が大きく合否を分ける。 一つのです、ね、ポイイントにななっているようなイメージがあります、まあ、記述についても後でお話はしますけれどまあ3問とも標準的な内容ねあの難しいものは3問見てもどれもそんなに難しいっていう話ではなかったかなというところです。強いて言えば民法の1問目がまあまあ知識としてはある程度レベルのあるものは聞いてましたけれどもうーん。 債権、まあ、上と禁止特約のところは出題として、卓一記述どちらであっても、ね、あの出題として想定されていたようなテーマの一つだったりはしますので、まあ、それを考えるとそんなに意外ではない、まあ、問題46の出来が悪いのがちょっと、ね、あのうん、どうしたかというところはありましたあまりにもストレートすぎて、えー、およびとまたはを間違えたとかね。 そういう感じの致命傷につながるミスをしている人がちらほらいらっしゃるあと年数をねうんどうして10って書いたとかああねえなんで両方その数字にしたみたいな感じの人はやはり面談していても多いですねですから、まあ、その辺りがやはり知識の正確さっていうのできっちり差をつけるきっかけ原因になったんじゃないかなと思います。 はい。あと、まあね、一言記述について、あの、採点の話は、あとで問題ごとにはまた言いますけれど、大雑把に言えば、あの、<laughs> まあ、ブログなどでも書いているので、えー、ご覧になった方も多いかもしれませんが、あくまでも真っ当な採点をしてくるっていう。だから、何かね、あんまりこう、なんだろうね、ネットなんかで言われてるような、なんか鬼のような採点をしてくるからみたいなことを言ったって、まだ模範解答出てないんだから、あっていうのもありますけれど、実際、あのー、なんだろうね、 えー、2015年の時も同じことが言われていてまあ択一の出来的に同じようなもんですから同じことが言われていてですね方法というので私もあの個人面談に来た方に結構ねそれなりに厳しく採点はしてみたいたことはいたんですけど蓋を開けたら ほととんどというかもう99%の人が私がつけた点数プラス10点から20点高い点数を記述つけられて戻ってきてたっていう結果に終わってたりもしてますまあいろいろ見ていくとやっぱりちゃんと例えば、あのー、行政法の1問目みたいに問題文の中で書くべきことが3つ指定されてるならそれぞれに対してきちんと書けているかどうかで点を与えるっていう採点をしていたんだろうな、あのー、やはりしっかり書くべきことが書かれてるかどうかで評価をする去年の記述が。 ななんかねなんでここにこんなに点が与えられたんだかよくわからないっていう感じでもうものすごく点を与えるようなあ処理をしていたっていうのがまあ択一ができない時の一つのの、まあ、調整の仕方なんだと思いますそれこそもうキーワード前後間違っててもその言葉が入ってたらもうそこにものすごい点を与えちゃうみたいなことを去年はやってたみたいだけど今年はそれはない。 今年ははそそれはないいいうそういう話ですねだからあのそこまで、えー、一言一句きちっと書かれてなければってものでもないだろうとは思います損害と加害者の順番が入れ替わったからってそれで大幅に減点されるってことはうん想定はしなくていいんじゃないのかなとは思ってますただ年数間違ってたら損害及び加害者を、ね、知った時から10年とか書いてたら多分0点ねそこはね 点はつかないよそれはパックで、えー、点を与えるか与えないかで処理はするだろうなってそこで部分点はつかないと思った方がいいだろうなっていうそういう採点の仕方があのまっとうな採点っていうあの普通に採点してくるっていうやり方なんじゃないのかなと思ってますはいそれから下一般知識ですねねデータ的にはやはり結果的に解きやすいっていうそういうことに、まあ、ここはもう結果的にというね そういう言い方になっちゃいますけれどあの蓋を開けたら解きやすかったというようなもの、まあ、さっきも言いましたけど過去10年見ても一番いいというような状態になっていたりしますただ、一方でですねやはり、えー、基準点割れという形で終わった方も、まあ、いらっしゃることはいらっしゃるということになるわけですあの明暗を分けているのはやはり一、あのー、個一個の正答率を見ていくとですね この3番目の黒丸のところに書いてあるけどここのエリアですね問題54から60のエリアに行くとその無料成績診断ででの正当率ががぐっと上がるんですよあのそこまでは本当に悪いものは30何とかああできてないなって感じの問題だったりあとはまあまあその人の持ってる知識で えー、たまたま知ってた知らなかったでできる問題も入ってたじゃないあのどちらかといえばクイズ型というか雑学的なものを聞いてくるようなものもちらほらあったわけで、まあ、その辺りはもうその人の持っている知識ですよね。 そそれこそ年金もらってるもらってないとかあのその辺りでもう実際、実体験的にそうそう税金引かれてるよねみたいなことが分かる方もいらっしゃっただろうとか山崎豊子さんにしてもそれが好きだったら知ってるとかねたまたまそれ見たことあるから知ってたもしくは全然興味ないから分からなかったそれはもうしょうがないかなというところなんですけれど54番からあとは割と。 その知識型で解けるようなものやあと文章理解も入ってくるってことになりますそこからやっぱり一気に正答率があ75%以上に跳ね上がるんですどの問題もなのでやはりそこでどれだけきちっと取れたか7問分ありますから,、ね、だからその辺りでどのくらい取れたか前半の7問が、まあ、1問2問の正解もしくは あの極端な人前半7問全滅で後半7問全部合ってるみたいな形でもうすごいドキドキしたけど大丈夫でしたって方もいらっしゃったりしてますのでまああ,あれかな孫の問題はある程度できたけどそこからその前半7問はそれしかできなくてあとよくわかんなくて後半バタバタバタっと合っててなんか文章理解簡単だったしよかったみたいな形で、えー、基準点割れを逃れたという方は、まあ、多かったんじゃないのかなと思いますこれはあくまでもパーセンテージの問題でね。 えー、多かったんじゃないかなということがあ見て取られているということですね。う 結果的にはというような言い方になったのは、まあ、今年の場合は特に前半の7問が勉強してるしてないとあまりその出来不出来に影響があ直結しないような問題も多かったものですから、まあ、その辺でむしろ雑学的に答えられたような方も多くて、えー、12問今までお会いした中で一番多かった正解数で12問という方が。 あいらっしゃったりもしてましたのでうんちょっと高めにこう推移してしまったとっいうのがあるのかなとは思いますさて、えー、全体の評価というのはねまあそのぐらいだよということなんですが問題お持ちですかね今回解説冊子はあ、まあ、お配りはしていますけれどあの問題冊子はまだ表に出せないのでね、あのー、明日ぐらいに確かセンターが 公表するはずなので、そうしたら出せるんですけれど、いろいろ著作権の問題とかいろいろありますので、問題前に移してどうこうということはできませんので、問題番号を言いますから、各自でですねお持ちの問題冊子の方と照らし合わせていただければというふうに思っています。あのー、まあまあ,あ、レジュメの通りにお話をおしていきましょうか。あ 問題の1番からですね、順番に並べてありますので、まあ、それで見ていきたいと思います。まず、あの、基礎法学のところから、えー、見ていきましょうか。今回は、うん、基礎法学2問とも、これは、 ん何でしょうね知識があるないで勝敗はつかないタイプの問題ですね穴埋めなので、あのー、現場で考えて十分回答できるレベルだったのではないか特にやはりランク A としているところはあのー、正答率もです、ね、非常に高く、えー、もう75%以上であり、えー、そして要は合格するためには絶対取っておかなきゃいけないだろうなと思われる問題を A ランクとしています。 B ランクのところは、まあ、あー40%以上ぐらいで75%未満ぐらいということになるので、まあ、そこを全部じゃないけどある程度拾っとかないと、まあ、合否を分けるというような結果になっただろうと思われる問題が B です。 ランク C というのは、それはもうできてもできなくても、まあ、できたらいいんだけど、できなかったとしても合否には影響しませんっていうのがランク C だと思ってください。だから、あのー、成績云々で、えー、あまり振るわなかった方などは、ランク A のところがまずね、どのくらいできたかっていうのをしっかり見ていくというところが、今回の試験で自分がどうだったのかを評価するときには大事になります。 えっと、問題一番、これ、ランク A なんですね。これは確実に、やはり取れないといけない問題とか、取ってほしい問題だったかなというのが、まあ、結果としては言えるのではないかと思います。これ、回答速報会の時もちょっとお話はしたんですけれど、やはり、穴埋めタイプの問題は、これはですね、入れやすいところから、わかるところから埋めていくっていうのがもう鉄則です。これ、文章理解も含め、鉄則だと思ってください。まあ、今回ね、 え見ていくとやはりカタカナの「う」のところが違法というのがきちんと入ったかどうかというそこですねあのそこに違法が入ればあ1番、3番、4番に絞り込むことができる話になりますしあと人物名はこれは知ってる知らないでね、えー、知らなかったら触れない方がいいでしょうからあとなった時にやはり次は蔵の「あ」なんでしょうね。 あの、出だしで犯罪の話をしている、そして、あは何とかの鉄則と言っている、もう自分の持っている知識で知ってる言葉でっていうところで選ばれた方が多かったんでしょう。財形法定主義だろうなっていう。その判断ができた方、これ84%の方が正解してますので、やはり、ここはあ、そういった形で正当に持ち込めたという方が多かったのかな。違法が生まればということですか。まあ、あちょっとね、あの、原文のところが、なんだこれっていう文章ではあったかもしれませんけど、 難易度はそんなに高くないどっちか取れればいいと思いますこれ1番2番に関しては2番のところは1番よりは難しいですだから難易度をランクは B になっているのはそういう話ですまあ「う」のところが自然法だというのが分かればある程度2つに絞れるしあとカタカナ「O は 二つに絞れば確かに法と経済学っていう5番の方に行くっていうそういう解き方をした方、実際そういうお話をされてた方がいらっしゃいました。まあ、あの、実際私がやった時は、あの、うのところを見て次は、いですかね。いの説明見た時に、いや、これリベラリズムではないだろうというようなところから、ああ、じゃあ、 こっっちかなっていう判断をしたっていう形で答えを出したということになりますかね、まあ、あのどちらでもいいですけれどただ、この問題やっぱり56%の正答率っていうようなところを見るとままあまあできてもできなくてもいいし実際、ですねこれあの回答速報会の前に大体1時間半弱ぐらいで1回、この問題全部私も問題もらって解きます。 で解いてでその時には問題には見た瞬間にもう飛ばしています。 あのね、1時間半ぐらいで全部答え出さなきゃいけないので、とりあえずばーっと答え出して、あと本部の方が出した答えと照らし合わせてっていうところをやりますから、うん、これは本部に任せようってそう思った問題です。あの、めんどくさいなっていうのと、あの、こんなのやってたら多分時間なくなるなっていうのがあったのでっていうので、飛ばすっていうのも一つの選択肢としてはありだったんじゃないかな、現場ではね。ということを、これざっと見たときに、あの、知らない言葉がいっぱい入ってるなら飛ばしてもよかったっていう、そういうタイプの問題だと思います。さて、憲法です。 はい。えー、先ほども言いました。あのー、評価としてはご覧の通り、優しいとか標準とかそういう問題しか入ってません。ですから、なんでこんなに出来が悪いのかなっていうぐらい悪い問題もあるんですけれど、うん、ちょっとですね、憲法まで手が回ってなかった方が多かったのかなっていう印象です。あのー、問題3番、これは外したらちょっと厳しいだろうなっていう、そういうタイプの問題です。あのー、選択肢の中見ていただいても、 1>, お1番から5番まで基本的な判例の知識しか入ってません、えー、1235が少なくとも消すことができれば4番がもしわからなかったとしても4が正解だというのは十分たどり着くことはできただろうと思います80%の正答率なのでこれは確実に正解したい問題だったというふうに言っていいんじゃないですかちょっっとと変わったとすれば あの今までだったらバラバラのテーマで聞いてきたものをねなかなり幅広く1個のテーマにまとめて判例問題として人権共有主体性ていう話で出してくるにはやや無理があるようなものも中に入ってたりはしますけれど、まあ、あの総合問題という出し方にはなってましたあのやはりこういうのを見ると判例ね。 の知識がどれだけ正確に入っているか特にあの一番、3番、5番あたりは本試験品質の判例ですね、一番のこのマクリン事件もそう3番はまあ目黒世田谷事件のあたりの話ということになるでしょうし5番は朝日川学手訴訟でしょ。 ここ数年で試験に出ていてなおかつ憲法を勉強する時に必ず触れるであろう判例なのでやはり判断を間違えてはいけない選択肢には久しぶりのね八幡製鉄政治献金事件ですがこれも基本中の基本というような判例だったりはしますまあ,あ選択肢4番の民事裁判権の話も基本判例だと言われちゃえばそこまでなんですけれど、まあ、少なくとも1、2、3、5を消すことで4を残すという。 判断は十分できてよかっただろう。これ間違えるとやはり、えー、合格という言葉が、あ少し遠のくような問題の一つだと思います。それから、問題四番、えー、奈良県ため池条例事件ですか問題四番、奈良県ため池条例事件ということになってますが、あのね、これは合否を分けてる問題の一つでしょうね。 あの、問題4番ランク B なので、これ合否を分けた問題というふうに言っていいかと思います。中身そのものは、あの、難しくはありません。気づけば選択肢5番がおかしいことは、あの、奈良県ため池条例事件の中では、確かに憲法29条2項の財産権の規制についてね、条例で規制できるかどうかは触れてはいませんけど、そもそもそれを前提に、あの、 財産権の規制ができることを前提に、えー、それに保障が必要かどうかとかって話をしている判例だったりはしますので、まあ、少なくとも選択肢5番がこれ、 藩士の内容に入っているというようなあこと自体はおかしいなというのは気づいてもよかったかな憲法で禁じられているけどみたいなことをね財産権の内容を条例で定めることを禁じているっていうのはこれもう憲法の条文知識のレベルであったとしてもおしっかり判断がついてもよかったのではないかと思います、あのー、ただね選択肢2番選んだ人が多いのね。 選択肢2番を選んだというような方、これがおかしいと思った方が多かったようですけれど、あの、実際、奈良県ため池条例事件は結構冷たい判例なので、あのね、洪水を防止するんだったらというので、それを邪魔するような利用というのは個人の財産であろうが、そんなものは憲法、民法で保障されているものではないんだっていうことを前提に、だから保障なんかしなくていいっていう形でバサッと切り捨てた判例だったりもしますので、あの、 実は奈良県ため池条例事件で結構大事なポイントが2番なんですけどここを選んだ方が27%いただからそこでちょっと判例知識の爪がどのくらいあったのかなというのは判断がつくのかなこれ結構合否を分ける問題の1個になってるんじゃないかなという印象がありますねはいそれから問題5番はいあのね問題5番これも 4番以上に合否を分けた問題の一つと言っていいと思います。当地の条文知識問題です。ねえ、なんでできないのかなっていう。そういう、まあ、間違えた方に対しては、うん、あの、もう試験前からずっとですね、当地の条文を間違えた、当地の条文問題を間違えたら合格はないよっていう話をずっとし続けてきたところだったので、 うーんただ正当、政党率 48%5 割切ってるっていうのはあ,ある程度、出来がいい方が出している中でこれだけの政党率ですから、まあ、それを考えると全体としての出来はもっと悪いのかなっていう印象がありますうんしかも、今年内閣、やっぱり去年国会だったので今年、やはり内閣は怪しいよねって話で、えー、ずっと動いていたようなあ特に中でもねここは危ないって言われてたところだった。 たんですが、意外と2番を選んだ人が多いのね。2番を選んだ方が3割ぐらいっていう。そういう話なので、うん。どこで間違えたのかがちょっとあれなんですが、あのー、おそらく出だしかな。あのー、閣議の話は内閣法なんですよね。憲法には書いてないんですね。あのこれが条文知識で本試験が求めるレベルですね。条文の中に何が書いてあって、何は書いてないの？か あのよく授業では「亡霊型の問題」という言い方をするんですけれど条文に書かれてない内容を書いてあるかのように問題で聞かれた時に「うんこれは亡霊だから罰って判断ができるかどうかっていうね あのそういうタイプの問題です閣議の話はこれは憲法の条文じゃない内閣法の規定だっていうのはやはり、えー、しっかり判断ができたかどうかねこれ後ろは正しいんですよね慣例で全員一致で閣議決定というのは正しいんですよだからちょっと意地悪な問題ではあるんですどうしても読んだ時にあの受験生の注意は文末の方に どうしてもその注意の比率として高くいきますので文末を正しくして出だしを間違えるって内容にしておけば引っ掛けやすいことは引っ掛けやすいんです。これれはもう問題作った先生からすれば会心の 問題でしょうねこれに引っかかった人を見た瞬間によしっていう,そういう感じになったと思いますだからあの全体としてどこまでがどうなのかというのをしっかり判断がついたかどうかというのはあのこれはもし来年受けようと思っている方がいらっしゃるんであればそこはあの一つ教訓として、えー、知っておくべきだろうというところの一つですあの問題5番はもっとこれは正答率が高くていい問題だろうと思います。はい、問題6番うーん 合否を分けるとまでは言いませんが、うんと、予算に関する基本知識を聞いてきた問題ということ。ただ、ね、著作権の関係なのかなんだか知りませんが、えらい古い、 ところの文章から出展して、まあ著作権フリーの文章なんでしょうけど、そういうところから持ってきたっていうのが、かえって読みづらい文語体ですからね、おやおやどうしようっていう状態になってしまったという方もいらっしゃったかもしれません。中身はただ単に予算の性格というので法形式説だ。法律とは違うんだ。一年しか寿命が持たないし、法律は あ一度作ったら用がなくなるまでずっと効果が続くのが法律ですからそれ1年しかもともと最初から1会計年度しか効力が持たないような性格を持っているだから法律と同じように拘束力はあるけれど法律と全く同じだとは言えないので法形式説っていう立場を取るっていうのが最も通説として支持されているものってことになるんですがそのことを知ってたかどうかですねあの最初のの空欄のところが 法律が入ったかかどうかであとは知識がないとどうにもなりませんということなんですがただあの最初の空欄に法律が入れば頑張ってそこの空欄のある2行だけ読めば選択肢2番はおかしいなっていうのは気づいてもいいと思いますこれは文章の流れとして。だって一番最後の空欄のところにですねあの <laughs> 我が国ではこれと異なり法律の外に予算という特殊な形式を認めるというような文章があるのに、その予算の 性格について予算法律説っていうのを選んでしまうと文章と矛盾してるってことになるから知識がなくてもそこで気づいてもよかったっていうのも含めるとやはりできてほしい問題だったなという印象はありますあの正答率は57%ぐらいですで2番選んだ人が25%ぐらいそこに集中してますだから空欄に法律が入るところまでは判断ついたんだと思いますもう一歩っていう方が4分の1ぐらいいたのかなっていうイメージです、あのーまあ この辺りが試験で問われたのは確かに知識としては初めてだと言ってもいいでしょう財政のところはどちらかというと条文知識でゴリゴリ押してくる問題がこれまで出てるかもしくは旭川国民健康保険条例事件ですかあの辺りを聞いてくる問題が多かったのでまあ,あ非常に珍しい問題ではあるけれどあの知識としてはぜひこれを機会に知っといていただくというようなことが必要になるものだと思いますはい問題7番うん これはランク A ですね。ランク A の問題です。ご覧の通りランク A の問題です。やはり出来もいいです。えー、選択肢2番70%というのは出来がいいということになるんでしょう、あのー。憲法改正の話や最高法規制の話など、やはり条文知識を聞いてくるものが、あ例えばあ3番ですか、選択肢3番あたりね。 えー、憲法尊重擁護義務の話、えー、出てきましたし、えー、もちろんお国民に憲法尊重擁護義務はない憲法99条にはそれは入っていないというのはもう基本知識だと言っていいでしょうそれから選択肢4番選んだ方はさすがにほとんどいませんが、あのー、条約も。 外国との約束であるということは確かにその通りなんだけれど日本国内においては憲法が最高位であってその次に条約が来てその下に法律が来るという順番で処理をするというのが一般的な理解の仕方であるということであれば4番はおかしいというのもまあこれはここまでは判断がついたようです答えが割れたのは1番2番5番この辺りに受験生が分散したようですね あの選択肢5番全文のことはあまり勉強している方は少なかったとは思いますあの全文は一応日本国憲法の一部ですからだから当然のことながらあの法規反省など同じように本文と全く同じ性格を持ちます改正する時も全文も本文要は1条からの本文も全文のところも改正するにあたっては憲法96条の規制が及んでくるというところまで含めて、えー、効力など同じように扱うという話なんですね ね。5番は誤りだという判断でいいでしょう。あのただね。選択肢2番は以前試験出てますね。これね。実質的意味の憲法云々というのは？ これはあ以前、えー、本試験で出ています実質的意味の憲法の中が、ね、固有の意味の憲法とか立憲的意味の憲法とかに分かれるよっていうので憲法の冒頭で学ぶような話2008年ぐらいの本試験の問題で、えー、出されていたというのがあったのかな憲法を勉強するとき一番最初にここからお話をするので選択肢2番、まあ、70%の正当率っていうのはあ比較的よくできてた方だと思いますが、あのー、正当率が高いというのも あるので、ここはランク A. の問題という位置づけにしておきます。やっぱり憲法ね。三つは取りたい。三つは取りたい。できれば四つ欲しい。 そういうよういよなあ内容で、はななかかったかなといいう印象が強いですここをやはり全くそこで書かれている問われている知識がわからないって状態になってしまった人はあ、まあね、それで結果的にあの全体の点数が良くて今年大丈夫そうだっていうならまあいいですけれどあのもう一度ちょっとや,らなやろうかなと思っているのであればやはり憲法の学習というのは相当力を入れないとまずいなっていうのが、まあ、受験生全般に対して言えるのではないかと思います。同じ言葉 た多子選択もそうね同じ憲法なんで多子選択4ページですかいや、これは難しいなと思ったんですよ、あの多子選択の41番ね、いやー難しいですねと回答速報会でも言ってたんですね、ところが、蓋を開けたらあの結構できてたっていうそういう感じです。なんかどう,思う うーんよくよく見ると、前後関係で文章理解みたいに埋めて答えを出すことは、まあ可能な問題だったかなと思います。えー、補足意見なので、まあ、あの一つのパターンとして多子選択で補足意見が出てきたらチャンスだと。 ね、以前のパブリックフォーラムとかもそうですけれどあの他種選択で見たことない判決文もしくは最高裁の,その多数意見じゃなくて補足意見みたいなところで受験生多分見たことないよねっていうものが出てきたらむしろチャンスだっていうのはこれはあの以前は東京高等裁判所の判決を、ね、行政法で、えー、薬事法ネット事件の,あの医薬品のネット販売の案件について、えー 東京高等裁判所の判決文の穴埋めをさせた問題が出たことがありますしあとはパブリックフォーラムの伊藤裁判官の補足意見が聞かれたこともあるんだけれどどっちもその場だけで答えが出せるっていうだから今回の場合も、まあ、回答速報会の中でもお話ししてましたがやっぱり空欄の後遺ここに正答率非常に高い、えー、結果が出ていますあの内容的には後うなのかな まあ,あ、2つ埋まれば十分だろうという書き方はしましたが実際、正答率的にはあと皆さんの出来を見てると意外と3つぐらいは埋まっている方が多かったですうまくいけば4つ全部できましたって方も結構いらっしゃいましたまあ、あはね、これはあの表現内容だっていうのはまあ分かってよっていう話になるだろうしこれ90、90%ぐらいの人が、あのー、あで20番ですか選んでいるようです。 イ,はイも同じぐら「い」の正率でですすもう9割近いですイのところのですね、17番ですか、人格権、これ、だからよく入ったなっていう感じではあるんだけれど、まあ、なんとなくこの「イの2番目の「イなんかを見ると、なんか、なんとか権の保護って言葉が入るんだろうなっていうのが、前後関係から推測はつくんですね。五群を選見ると、そこで入りそうな言葉っていうのは、確かに、えー、17の人格権しかない、自己決定権ではないだろうっていう。 その辺りから答えを絞り込んだのかもしれません。非常によくできてました。で、カタカナの「う」のところ、これは9番、公的、これは分かりやすいなと、あのー、速報会では、あと「う」が分かりやすいんじゃないですかって言い方はしたんですが、ちょっと落ちて63%ぐらいというので、うん、できた人、できない人いたのかな。絵は、うん、ね、10番選んだ人多かったね。 誹謗中傷って、まあ、気持ちはわからなくはないです。わからなくはないです。正解は違いますね。あの、19番の現実の悪意というのが入るというので、絵は、うんこれは54%ですから、まあまあ、これはいいです。あいうまでが埋まったかどうかで、結構、大きく、ですね、点数が変わったんじゃないかと思います。 まあ多種選択に関しては憲法はちょっと例年より難しかったけどただあ、やっぱりね来年また受けようと思っている方ね4つの空欄があった時4つ全部各問題図ごとに埋めなきゃいけないわけではないですあのー、最悪2つ埋まってあと2つ分かんなかったら次の問題行った方がいいですよあんまりそこで残りの2つをって必死に。 足踏みをそこで続けるよりは、さっさと次の問題行って、他で埋められるものを探して、他が埋まれば、トータルで9つぐらい埋まってればいいわけですから。だから、あの、3問の中でどこを埋められるのかを探っていった方がよかったんじゃないかなっていう、そういうタイプの問題だと思います。さて、えー、行政法ですか。あのー、ねえ、出が、これも回答速報会の時の感覚では、 あ優しいですね、今年はっていう言い方をしたので、まあ、早い段階でちょっとレジュメを冒頭のタイトルをつけてしまったので昨年より優しいという書き方はしてますがただ、苦労した受験生は多かったみたいです。だから出来そのものもはは実は去年より ちょっと悪いかなという印象がありますあの合格ラインに行ってる人でも14問13問ぐらいの正解にとどまってる方が多いって先ほども言いましたけれどうんどうもそういう傾向があります去年の試験とかだとやはり19問中15問16問取ってる方が合格ラインにガーンと乗ってくるようなイメージだったので少しそこが印象が変わったかなっていうところはありますね特に苦労したのは問題の8番 あの、優しいって書いちゃいましたが、これが意外とできてない方が多かったのかなって意味では、ランク A なんだけど、合否を分けてる問題の方に入れときます。難易度は優しいです。これは優しい問題です。ただ、読み取らなきゃいけないっていうところがあります。あのー、多分ね、テクニック的には2008年に、 撤回と職権取り消しの問題というので2008年の択一の問題で選択肢5個ですねいろいろな法律の内容を説明する選択肢を並べてそこから撤回に当たるもの当たらないものを選ばせる問題というのが出てたんですけれどあのそれと近いですよねただ参照条文をちょっと必要以上にたくさん挙げてきて惑わせるようにしてどこを見るべきなのかっていうところをちょっと一瞬混乱させるような作りを。 持ってきたとといいうところで惑わされれちゃったたた人がいたかもしれませんただ落ち着いてみればね認可の取り消しの26条の中の、まあ、1号から4号というのを見ればうん4号は職権取り消しだなっていうことになるでしょうけど他は全部違反したって書いてあるんであ,あから事情が変わったのねっていうのは読み取れてもよかったのではないだろうかそうすると撤回だってことになりますそうしたらあとはもうただのクイズですね。 えー、その組み合わせが正しいものを選べばいいじゃないかということになるので、まあ、あ正当率は79%で悪くないんです悪くないんだけど意外とやはり行政法が12問、11問という出来にとどまった人はこの問題を間違えてるんですねねやっぱり、ね、出だしで間違えてるっていうのが傾向としてはありますだから、その意味でやはり合否に大きく影響した問題っていうそういう言い方をしておきます。戦略的にはねあの 2ページにまたがってます、ギリギリ飛ばす、これは現場で見たら飛ばす、もうあの内容の問題じゃないの、見て解けそうだなとか、そういうのは錯覚だから、あのね、現場で試験会場で、あこれ見てできそうみたいなのは大体できないんですよ、だからそれは飛ばす、もうあの試験前からずっと言ってましたけど、2ページにわたる問題が出てきたら、内容、優しい、難しいじゃないの、もう全部後回し。 あの短くて判断がつきやすくて取りやすい問題から取っていくということを徹底しないと時間が足りなくなるっていう危険性は確かにあると思います今見たら落ち着いてみたら簡単でもね試験現場でちょっとまだふわふわしている時に見ると何言っているのかよくわからないという状態でぐるぐる,ぐ,るぐるぐるそこで回ってしまった人はやはり少なくなかったようです、はいえー、問題 9, 9番。うーん ねえちょっと文句を言うなら何でここにこれを入れたっていうそういう感じの問題の位置関係的にねなんでここでいきなり事件訴訟法の話をやらなきゃいけないんだろうかって思いたくなるような問題ですが選択肢3番正解しこれね50%なんでね合否を分けた問題だと思います合否を分けてる問題です内容は優しいって書いてあるのねだけどランク B なのは正解率がちょうど5割ぐらいなんですよ ということはできた人半分できない人半分で多分こっちきちっと取れた人が合格ラインに乗るまず条件を1個満たしたことになったんじゃないかなだって選択肢3番はこれはもう伝統的な出題内容ですね取り消し訴訟の時に審査請求全知というものが求められていてもその時に無効確認訴訟を起こすんだったらそれは気にしなくていいですよというのはこれはもうあの昔から出ているものです。 そそれこそ無効確認訴訟について細かいことを聞いてこなかった2000年代前半の頃無効確認訴訟といったら出訴期間がないことと。 それからこの選択肢3番の内容あの2003年ぐらいの、ね、合格講座では無効等確認訴訟といったらその2つだけ触れて次に行くみたいなあレベルで教えてたあぐらい昔からよく出てたものですねだからあのちゃんと判断がやはりつけられるというのはうーん大事だったんですかね。これ非常にに各選択肢全部に パーセンテージがそれぞれついてますので本当に分散しちゃった答えを出した人がもう思いっきり分かれたっていうそういうようなものだったようですけれどまあね選択肢一番向こうの行政行為について向こうを実質的当事者訴訟や民事訴訟で主張することは許されないこれもよく出るでしょあの争点訴訟とかでいけるよっていうのはこれは民事訴訟ならいけるよとか実質的当事者訴訟でもいけるんだよっていうのは過去の問題でも出てるものだったりしますので。 それから、出訴期間が、選択肢2番ですけれど、あの別に取り消し訴訟、出訴期間内なら、あの、やったって構わないっていうことになるでしょうね。取り消し訴訟で争えばいいだけのことです。出訴期間過ぎちゃったら、無効確認訴訟で重大かつ明白だ、可視があるってことを証明しながら無効だと確認してくれって求めていけばいいだけのことでしょうから、だから2番は罰だわね。これ13%ぐらいの人が引っかかったみたいですね。それから、 選択肢4番、無効確認訴訟を誰でも起こせるっていう感じではないよね。あの、事件訴訟法36条の特に公団の補充的無効等確認訴訟は法律上の利益があるっていうことが条文の中に入ってきますので,で、それ考えると誰でもいいってわけではないですね。結果、4番、これ17%ぐらいの人がそこに引っかかったみたいです。 ちょっと不意打ちだったっていうのは、まあ多少同情はしてもいいかもしれません。問題9でえ事件訴訟法の内容を問われるっていうことについて心の準備がなかったと言われればそれはそこまでかもしれないけれど、ただ、うーん、あんまり同情できない。うん、ここはしっかり取るべき問題だっただろうと思います。問題5番は、あ、選択肢5番はね、あの、執行停止は無効確認訴訟を順用されてるよってこれはもう、 おー超基本知識と言っていいでしょうから、うんまあ、10%ぐらいそこを選んだ人がいるみたいですがやっぱり間違えちゃいけないでしょうね無効確認訴訟のところはしっかり正解してほしい問題だったなということです、はい、問題10番、うん、これはね合否を分けるというかもうできないとねランク A ですだめな,な問題です。あの執行罰です、まあ、好きですす好きねね <laughs> あのね まあ2016年記述で聞いてきて今度また択一でって同じことをぐる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 聞いてくるっていうのはまあ本当に好きなんだなっていうそんな印象が強いですけれど意外と1番で間違えた人多いですね3番が正解ですもちろん77%ですからほとんどの人が3番を選ばれたんだと思いますが15%ぐらい1番なんでだろう 執行罰とは行政上の義務の不履行について罰金を課すということで義務の履行を促す制度だなんていう言い方をしていますけれどあの罰金ではないことは確実ですねこれは過ち料でしょそれで引っかかったという方が一定数いたというのはちょっとまずいかなというところはあるかと思いますまあ総論でいうともう1個25番も総論なんですね ちょっと後ろに行きますが、問題の25番です。うん、これね、合否を分けた問題でしたってそこにも書いてありますが、もうその通りという感じですね。えー、臨死の森事件です。うん、あの、回答速報会の時には、これは簡単だっていう話をしていたんですけれど、あの、すごい簡単だと。なぜかというと、というので、これ、からくりが分かればすごく簡単な問題です。あの、冒頭の問題のところで、 えー、特に問題文の3行目ですか原審の判断を覆すための論理の展開を示すものとして妥当なものの組み合わせはどれかと言っていますですから高等裁判所の結論をひっくり返すために最高裁判所が持ってきた部分を最高裁判所の判決部分を抜き出しているんでしょう空欄のローマ数字1番2番3番4番見るとですねローマ数字1番と2番の間に「しかし」ってありますね っていうことは、ローマ数字1番に普通の文章の構造からすれば、高等裁判所で言ってることが来て、2番、3番、4番に最高裁の立場が来るはずです。それだけ探す。ローマ数字1番のところには、原神の内容をだけを述べてて、しかもそれ批判してないものが来るはずです。あのー、実は、ああいう上見ると、カタカナの絵がそうです。ね。 ということに気がつけば絵が先頭に来るんですねって言った瞬間にも絵が先頭に来るの5番しかないんで5番が正解です。あのー、1分でできるっていうタイプの問題です。これ臨の森事件かどうか知らなくてもできます。だからっていうことを多分出題者はさせたかったんだと思います。 これまともに知識で解きに行ったら判例の知識がなければどうにもならないって話にはなるかもしれませんしちょっと難しい文章理解の問題みたいになってしまうけれど解き方としてまあ同じものが出るかどうかはわからないけれどただこの問題の目の付けどころはそこだったと思いますっていう話ですあのそこに気づけたかどうか42%だけどまあ,あ臨手の森事件自体ね えー、そろそろ出てもいいんじゃないかっていうようなことをよく普段の授業で言ってた判例だったりもしたので、まあ、そこも含めて合否を分けた問題ってそういう言い方にしておきましょう。総論はね意外と難しかったというかまあ、優しいんだけど出来を見るとムムって感じのものが多かったので少し丁寧にお話ししてみました。はいここからはちょっとペースを上げますね。あのー、問題の11番戻ります。手続き法です。うんともうコメントのみでいいかなと思いますけれど問題。 の11番、これ外したらやっぱりちょっと合格は厳しいこれは間違えちゃいけない目的条文はこれはもういつもねあのあんまり今日初めてお会いしている方も多いかもしれませんからあ,ーあれなんですけれどもう目的条文はこれは行政法においてはマナーですからね、えー、知識じゃないです、マナーですあのまずそこがきちんとご飯食べる前にいただきますと言いなさいと同じぐらいのレベル。 行政法の手続き法を勉強するのに目的条文を見ていないワードに何が入るか分かってないっていうのはそれはもう勉強するときの礼儀がなってないって言われてもしょうがないです、あのそれだけすごくよく出ているところなのでこんなに正面から空欄で埋めなさいなんていうような。 もうね、問題を出してくれたというのは、まあ、これ九十四パーセントの方が正解されてますので。やっぱり間違えちゃいけないです、これはね。それから問題十二番、うん、まあ、これも優しいですね。ランク A. の問題だと言っていいと思います。えー、問題十二番、あの、選択肢三番が正解というのは、これはもう条文知識として。しっかり判断がついてもいい、まあ、ちょっと変わった問題ではあるのね。確かに、判例と条文の知識をごちゃ混ぜにした問題ではありますけれど。まあ、そんなに惑わされるレベルではなかった。 と思います問題の13番こちらもお内容としては 89%9 割近い方が正当しているというのを考えると、えー、選択肢4番しっかり判断ついてもよかったかなついに出たっていうあの私がですね弔問のところで弔問の再開の条文だけが出てないっていうことを言ってもう言い続けて まあ45年経ってたんですけど <laughs> 45年経ってついに出たっていうのでもうちょっと個人的には嬉しかったんですけどねただ、まあ、やっと出たっていう条文これであの弔問のところで重要条文で出てないものはほぼなくなったって言ってもいいようなところなので来年以降また問われてもおかしくないと思いますただ4番分からなくても1235で切れるねこれは切れます過去に出てますあすべてはいそれから問題14番以下不服審査法です うんちょっと表紙抜けって感じですか。あもうちょっと昨年の問題を見ると、うん、ひねったものが出てくるのかなと思ってたんですが意外とというところです。ところが問題14番出来悪いです。これ合否を分けた問題だという言い方にしておきます。これをできたかどうかは合否を分けているそういうような問題です。あの選択肢1番32%の正解ですけれどうん2番で引っかかった方が多かった。 2番の方が36%で選んだ方多いです。だから珍しくその正解肢よりも間違えた選択肢を選んだ人の方が多いっていうそういう問題ですけれどただ選択肢2番はどう見てもこれ行政手続き法の話であって不服審査法にこんな話はないですね。というひっかけに引っかかっちゃった人が 多かったというのはこれはもし来年受けるということでこの問題間違えているのであればものすごい反省が必要なやはり条文知識の手続き法と不服審査法ごっちゃになりやすいよっていうところの一番気をつけなければいけないポイントの1個だったと思いますそこさえクリアできれば345の判断はついた人が多かったようなんですだったら正解にいけたはずですやはり2番の知識あの横断的に手続き法、不服審査法の知識がこうごちゃ混ぜになっていた。 状況になってた人が、この問題、引っかかった、ということなんでしょう。はい、一方でうん、特にもうコメントはない。えー、間違えちゃダメです。十五十六は、どちらも正当率が高いです。十、え、五、ー、番76、七十六パーセントの方が取ってますので、もう、ねえー、絶対正解しなきゃいけない。十六番も八十五パーセント。ですから、あまあ、余裕でしっかり正解っていうような問題だったと思います。 はい、事件訴訟法です。まあ、さっきの問題9番もこっちに入れてもよかったのかもしれませんけれど、事件訴訟法ですね。問題17から26もそれに含めていいかなということなんですけれど、まあ、問題17番、えー、許認可の申請拒否処分についてというので、 うーん、まあ、ランク B としたのは、正解率63%の問題ではありますが、内容は基本知識と言っていいと思います。あのね、選択肢1番は、これは何回か本試験で出てきていて、気をつけなきゃいけないって、この手の話をするときに必ず触れるテーマです。 あの要は取り消し訴訟を単独でやってもいい不作為の違法確認訴訟は単独でやってもいいただ義務付けともやりたいなら併合提起しなきゃいけない。 併合を提起しなきゃいけないって言っても、取り消し訴訟だけ不、不作為の違法確認訴訟だけを単独でやることは、もちろん元々訴訟類型であるんだから、当然できるよねっていうところに引っかかってくる問題ですね。だから過去の問題でも出ているものなので、しっかり、えー、正解できるようにしといてほしいです。えー、問題18番、意外とこれは出来が悪かったですね。まあ合否を分けてるという話にしておきましょう。 32%の方しか正解できてません。えー、問題18番、選択肢4選んだ方多かったですね。なんだかね。あのー、選択肢4番を選んじゃったという方が多かったようなんですけれど、あの、採決取り消しの訴えの採決には決定も入るのね。というのは、これは、条文知識ですね。 この問題十八番は。行政法が難しい問題を出してくるときに、レベルとして、このレベルで聞いてくる問題が。もっとたくさん出てれば、行政法の難易度はぐっと上がってくるっていう。細かい条文知識を聞いてくるものです。あの、ぜひ、行政事件訴訟法三条のね。定義条文の中、処分の取り消し、採決の取り消しのところの採決は、実は。 採決だけじゃなくて決定とかも入ってくるんだよっていうことがそこに書かれていたりするのでそれが分かってたかどうかそこで惑わされた人が多かったんじゃないのかなうーんということですか義義務付けや差し止めこのの選択肢1番も定義ですす条文の中に書いてありますだからそれぞれ3条の条文の知識がきちっと入ってたかどうかで差がついた問題なんで合否を分けた問題と。 いいいう言い方をしておこうと思います、はい、問題19番、これはできないとね、えー、83%正解してます、できないとまずい問題です、えー。事件訴訟法、あと26番か、問題26番、最後の問題もそうですが、ちょっと変わったタイプの問題ではあるけれど、基本知識を聞くものです。 ただ、65%の正答率ってことを考えると、うん、結果的にこの問題できたかどうかも合否を分けてる問題というふうに指摘しておきます。例えばね、取り消し訴訟の被告は行政主体でしょってことは、この場合だったら X 県になるんであって、X 県知事ではないはずです、えー。E はその段階で誤りになりますね。 ところがね、これ妥当なものの組み合わせで、いが入った1番3番選んだ方が結構多い。特に3番選んだ人が15%ぐらいいるってことは、いの判断を誤ったのかなっていう、そういう印象が強いです。もちろん、この文章を全部読めばわかりますが、 あ当然処分について教示をするのは取り消し訴訟だったら事件訴訟法だし審査請求だったら行政不服審査法になるはずです。両方で行われるうは正しいはずなんですねところがあの妥当なものの組み合わせで3を選んだ人が15%ぐらいいるということはどっちかの判断を誤ったなんとなく感覚的に異の判断間違えた人が多いんじゃないかなっていう。 疑惑がありますのでこの辺は基本知識がどれだけきちっと身についていたかどうかというところなんだと思います、まあ、合否を分けた問題というそういう言い方にしておきましょうか、はいえー、20番、21番、うん、予想通りり、ね、両方国媒でした今年は2問国媒かなっていう話を実は試験前にしてましたが、まあ、その通りり、ね、損失保証は1年お休みでした。えー、問題20番簡単 えー、ランク A ですね。ランク A 簡単です。95%ぐらいの正答率だから、これ間違えてはダメです。それから問題21番。ちょっと文句クレームを言うとするとね、このあといのところの語句の書き方が見づらい。見づらいから、最初私もパッと見たときに、あのところの 一列だけを見て、うーん、これなんか入らない語句が入ってないかって、一瞬ちょっと迷ったんですね。あの、いの方が目に入らなかったっていう感じの作りになってるのが、うーん、ねえ、これ、ローマ数字1、2、3、4、5と、あといの位置を縦と横逆にしてくれればよかったのにっていう、そういう気はしなくはないけれど、ただ、中身としては、あの選択肢3番ね、まあ、ローマ数字2番と3番の判断がつけば、それで答えはある程度出るでしょう。その後は、まあ、4番あたりなどですか まあ76%の正答率ですからどう解いたとしても十分正解には行き着けるはず問題の見せ方がちょっと見づらいなっていうそういういこれあの一般知識かなんかにも同じようなタイプの問題が出ていたのでまあね下手すると今後の1つの流行りなのかな。問題50番が 似たような感じで、あの、ローマ数字1、2、3、4、5を縦にして、2個からどっちが入りますかっていうので、あといの言葉を並べるっていうね、問題50番もそういう感じなんだけど、これちょっとね、できればやめてほしいですよね、これはね。見づらいですね、すごくね。はい、それから問題の21番以下、あ自治法ですかうんと、問題22番、超基本知識ですね。 えー、96%が正解これを外してはちょっと苦しいだろうというタイプの問題です問題23 2 2はいい,いいけど23、うん、問題23も長と2回の関係、えー、87%正解なんでこれもしっかり取りたいかな選択肢2番は、まあ、まあ分からなくていいと思いますけれど、まあ、1番、4番、5番は基本知識と言っていいと思います。 それから問題24番。うん、これ一応合否を分けた問題ということにしておきます。去年出てなかったので今年は住民監査請求、住民訴訟はこれは注意しとかなきゃいけない。絶対出るよっていう話を試験前からしていたものだったということを考えると、うん、4番選んだ人が多かったのは ちょっとこれは4番25%ぐらいの人が選択肢4を選んでたようですがうんちょっと勉強した時の知識が曖昧だったかなというのはありますね。あと、のー、で,でもう一回ねご自分のテキストを見返しておいていただくといいけれど誰,誰を相手に訴訟をやるのかっていうのが書いてないのが2号訴訟です。 公金の支出などが処分に該当する場合で、その取り消しとか無効確認を求めるとしか書いてなくて、誰を相手に訴えるって書いてないんです。住民訴訟は民衆訴訟でしょ民衆訴訟は行政事件訴訟法43条において、取り消し訴訟の条文が ほぼ全部用されます9条と10条1項を除いて全部準用されますつまり、被告適格は行政主体だっていうところが出てくるのはこれはあもちろん取り消しとか無効確認を求める場合および取り消し訴訟の規定ですから執行停止もあります。 執行停止まで含めて取り消し訴訟の規定が順用できるのは、あれは処分としての公金の支出を取り消す場合とか無効確認を求める場合であって、差し止めじゃない。差し止めは一号請求になっちゃうから、これは違う。そこを気づけっていう、そういうタイプの問題です。だから、あの、決して、えー、難しい問題ではないです。これはきちんと判断がつかないといけないタイプの問題だというふうに、あの、思っていてください。 あのー、まあ、選択肢5番もね、えセ、ー、60%の正解なんで、まあまあこれ一発ポンと選んだ方もいらっしゃったんじゃないかと思いますけどっていう、そういうタイプですね。<laughs> さて、タしシしタシまでやって一旦休憩だな。えっ、ー、とー、問題の42番、43番ですが、先ほど言いました。あのー、問題42番、5比分けましたね、これはね。 合否を分けた問題だというふうに言っていいと思いますって言ったけど、あの、午前中面談した方で問題42番全部間違えたけど合格ラインに載ってた人もいましたけれど、まあ中にはそういう人もいますけどね。ただ、あの、やっぱり42番が、うん、なんだろうな、どう、どうしてそうなったのかっていうのがもしかしたら1行目で自らその活動のための基準を設定する。 そういえばね行政規則は行政基準とか言ったりもするしああこれ行政規則ってあの「あ」のところに「3」を入れるともうそこから何ですかねあり地獄ですねもう完全にねそこから先全部間違えるっていうので全滅ってなった方は多かったですね。あの冷静に読むと3行目あたりで全社が法的拘束力を持つなんてことが書かれてたら あれあれあれ行政規則はそういうものはなかったはずだってことはなんか分け方の冒頭が違ってるぞってところにそこで気づけって問題だったんだと思います。そこで気づいいて直ししたた人もいましたから だから、あの、そこで気づけたかどうかっていうのが大きなあ分かれ道だったんでしょう。あのー、1、あのところに6が入れば、あとはすごく楽な問題なのね。だから全く迷わなかったか方からすれば、なんで間違えたのっていう、そういう問題なんだと思いますけれど、うん、その辺の明暗があ分かれるところだったのかもしれません。問題43番、これは間違えちゃダメ。これは4つ全部埋まらなきゃダメですね、これはね。あのー、あいうまでは、 あいずれも90%を超える正答率です、えー、特に、E なんかは97%ということになっているのでほとんどの人が正解しているんじゃないですかあのなんて言ったってこれ去年、択一で何個かの選択肢に分けてわざわざ出してきたっていうものを今度は多種選択で聞いてきたっていう話だったりはしますので、まあ、カタカナへの肯定力まで含めてね この論点勉強したことがあれば確実に埋められるべき問題だったということになるんだと思いますあのこちらにも書いておきましたが問題42の出来っていうのは、うん、間違えたことはあまり責められはしないけれどただ うん、途中で気づくチャンスは何箇所かあったんじゃないかなっていう、そういうようなものだったので、そこで気づけなかったのは、ちょっとね、痛いミスになっちゃったなっていうのが、ああ、結果としては言えるのではないかと思います。はい。えー、一旦では、あの、10分間の20分まで、休憩です20分からまた再開したいと思います。はい。えー、では後半ですね。後半、えー、民法から、ああ、また見ていきたいと思いますけれど、 あの民法の問題27番以下なんですが、まあ、冒頭でも言いましたように今回、民法は全体的にやはり出来がいいです、えー、模擬試験などで9問中4問、5問しかできたことがなかったっていう方が蓋を開けたら7問、8問できてましたっていう結果に終わっているケースが非常によく見られるあと合格ラインに行っている人がやはり行政法で。 えーね、予定の15、16ではなく14ぐらいにとどまったその足りない分を民法で取り返したっていうような結果になっている方も非常に多いですだから、あの出来がすごくいいですなぜかっていう原因の1つは組み合わせ問題で、えーまあ、3問ほど組み合わせ問題が入ってたっていうのが1つ、大きな理由ではないかとは思います。 あとはまあサービス問題的なものもちらほらありましたのでちょっと問題による難易度の差にくっきり明暗がついてたっていうところが今回の民法の特色でしょうね。まあ、問題27番これ 単純正語だったらすごい難しいんじゃないかなとは思うんですけれど何しろあからうまでが分かれば答えが出ちゃうっていうそういうタイプの問題だったものですから、はい、問題27番、えー、レジュメの8ページの上のところからですかランク A になります そそうそうあの解説のところに正答率は載っているのでねあの言ったり言わなかったりですけれどあの解説のところに全部載ってますから気になる方は後で見といてください大体いい84%ぐらいできているということはやっぱりあのその相うの判断ここまでは組合とか権利能力なき遮断というところで過去にも。 えー、出ている内容で十分判断がつくものだったりしますので、やはり判断ついた方が多かったんだろうなっていう、そういうタイプの問題ですね。まあ、絵とかをまで行くとなかなか難しかったかもしれませんというところです。はい、それから問題28番、錯誤。まあ,あね、出題はある程度予測はされてたところですし、 よくよく見ると選択肢3番が×だというのはうーんね人違いなのに向こうと。 ならないとかやむをえない自由がない限りり無効とならないえーって話になりますのであの法律上の知識があるないにかかわらず読んだら変だなって気づいてもいいしかも親族のあたりの、ね、婚姻のところの婚姻の向こうとかあのあたりの知識があればそこと合体で答えは出せるものですあの78%ぐらいの方が正解しているというのはそういう理由なんだと思います、あのー、1、3、5が基本知識なんですね。1 3 5が基本知識です 2と4は知らなかった方も多いのかもしれないけれどあんまりここは迷っているって感じではないようですもう3番をパッと選んで次に行った方が圧倒的に多かったっていうタイプの問題ですからやはりあの難易度としてはやや難しいんだと思いますだけどおしっかり判断があできていた人が多かったっていう、まあ、そういうタイプの問題だったということなんでしょうね。 まあ、昨後の話はこうやって出ちゃうとね、来年の試験には、うん、一回お休みかなという気はしなくはないですけれど、あの、選択肢2番や4番はぜひ解説を見ておいていただくといい。特にね、選択肢の4番は、うん、知っててもいいかな。他に連帯保証人がいるかどうかっていうのは、これは、うん、残念ながら、あ要素の錯誤には当たらないっていうね、話。 あの保証するときに主たる債務がどういう内容かを思い違えるというのはそこはやはりだったら保証しなかったって話になる可能性はありますのであの選択肢2番みたいな事情は確かに要素の錯誤には当たるんだと思いますけれど他に連帯保証人がいるかどうかっていうのはあまりそれをもって要素の錯誤,はの錯誤には当たらないないて言い方をするのが判例の立場だったりはします。ただあの2とか4は通常そう そうですね、初めて特に勉強されてる方が合格講座などで学ぶ内容ではないですからまあ,あなかなか少し応用判例ではあることは確かですねこれはねはい一方で問題の29番杯ランク A ですねこちらやはり正答率高いです85%なのでまあまあ多くの方ができてたというような問題だと言っていいと思いますうーん なんだろうねこれああといの判断がついちゃええばるる程度答え出るんですよねだってまずい「い」はそりゃあ一筆の土地の一部だろうが何だろうが自己取得はできるでしょうねだから「い」が正しいことは明らかですそれから「あ」のところねあのいわゆる区分地条件と言われるものこれ知ってたのであれば「あ」が×でこれ誤ってるものを選ぶんでしょもう「あ」が×だっていう段階で「1」か「2」しかないですから。 でインが丸だったら2しかなないじゃないもうその段階で答えが出るから85%という非常に高い正答率が出されたんじゃないかなと思います、まあ、その他見ても「う」もね譲渡担保勉強したことがあれば集合動産譲渡担保っていうのはあのイけすの魚の中あイけすの魚全体に譲渡、えー、担保を設定してそのイけすの魚全体をですね担保に入れてお金を借りるなんていう話 をよく説明したことがあるのでこの辺はうーんパワーアップ演習講座とかそういうところを受けた方ってことになっちゃうと思いますけれどあのお話ししたことはありますただ、それが分かんなくてもカタカナをは分からないといけないわねこれは単純な条文知識ですからここはしっかり判断がつかないといけないだからそれぞれの方が持っている知識を何とかつなぎ合わせれば答えは出せますということなので正答率が高いあの A ランク、ランク A の問題と。 言っっちゃゃていいいいいんじゃないかと思いますねはい、問題30番、うーん、なんだろうねあの、ゴールキーパーのいないゴールに向かって 1m ーー先からボールを蹴ってごらんと言われてゴールに入らない人がいたらちょっとそれは問題だよねっていうそういうタイプの問題ですから、あのなんと言うんでしょうかね、えー、さあ、正解してごらんというそういうタイプの問題ですね。あのー 86%ただもしかすると問題文の指示を若干読み間違えて 混乱した人はいるかもしれないですね。3行目、問題30の冒頭の3行目で、A が事故の占有、または事故の占有に、A の占有を合わせた占有を主張だから、A さん自身の戦友だけでいける場合と、それから B も合わせていける場合と、両方を念頭に置いて判断しろという問題だったりするんですね。あの、その最初の A、事故の占有のところを見落としてたりすると、あれ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 ってなっちゃった人はいたかもしれません。 だここは問題文の冒頭の指示を正確に読み取っていれば、あ選択肢3番86%っていうのは当然の結果だろうということにはなるんだと思いますね。はい、問題31番。うん、これ合否を分ける問題だと思います。問題31番合否を分ける問題です、えー。まあ正答率は高いんですよ。72.9だから約73%っていうような方が正解されていますけれど、 まあ、あの、やっとこのあたりで少し骨のある問題っていう、そういう感じです。例年の民法の問題のレベルに、ようやっとここで追いついたっていうようなものですね。ただ、あの、選択肢4番を選んだ方が多かったかな。20%ぐらいの方が選択肢4番を選んだようですけれど、 賃借権に基づく妨害排除請求ができるということは、私借りてますということを相手に主張できる立場にいるということになります。本来賃借権は賃貸借契約に基づいて発生するものですから、契約当事者間でしか主張できないはずです。ね 不動産賃借権の場合は登記をするとか借地借家法上の対抗要件を備えるとかすれば第三者にも主張できるようになりますその時に初めて賃借権に基づく妨害排除請求というのは認められることになるはずです。 そうじゃなければ所有者が持っている妨害排除請求の代行使って形で対応するっていうようないわゆる債権者代意権の転用のところに出てくる有名な判例がその役割をもう一方で担うことになるはずなんですね。そのことを考えると今回の問題、えー、選択肢4番1行目の終わりで賃借権が対抗要件具備してるか否かを問わずというのは明らかにここはおかしいという判断がつけられるようになっててほしかったとっいうのが この問題の出題の意図です5番は実は有名な判例ですこれはね有名な判例ですあの <laughs> 感覚的にはね土地の所有者からすれば勝手に建物インさんが建ててます登記をしてますそのインさんが F さんに建物を譲渡したかなんか知らないけれど土地の所有者からすればこの建物誰が建てやがったんだで調べたときに真っ先に基準にするのは登記であるはずです だから、登期名、自ら登期をした人、ね、不法選挙者が自ら登期をしてるなら、その人がすでに他の人に建物の権利を譲渡していようがどうしようが、その人に対して建物をどかして土地を返せってことを言っちゃって構わないはずなんです。これは土地の所有者の立場に立ったら、それができなかったら、建物の実質的な所有者を探し出さなければいけないっていう不当な負担を負わされることになるでしょもちろん一発で見つかれば、 いいですよ建物所有者お前だって呼うんで出ていけって言えればいいけれどそれが難しかったら登記を調べてそこの所有者に対して出ていけと言ったってまあいいですよねっていう非常に有名な判例です。選択肢5番が正解とということになりますか はい。問題32番。これも合否を分けましたね。あの、連帯債務に関する問題ということです。えー、正答率63.6、約64%だから、本当に合否を分けた問題ということになるんでしょうね。まあ、選択肢4番、5番あたりがとうとう出てきたっていう。まあ、このあたりも、あの、連帯債務の話というので、 うーんとね、民法20点アップ道場とかその辺りのところで事前の通知事後の通知なんていうのはあの説明をしたことがあったんですけれど、まあ、それが公務員の試験ではよく出てるんだよねなんて言い方をしていて行政書士試験ではまだなんだよねっていうことをその頃お話はしてたんですが、まあ、今年、ついに出てきたというような話です。ただ選択肢3番が、ね、明らかにこれは あの、いわゆる承認っていう話になりますので、絶対こではないですよねってところから、4、5分かんなくても答えに行きつける力は、やはり持っていて欲しかったかなっていうのが大きいですね。だ今後のことを考えると、あの、連帯債務については、あ事前の、弁済の前の事前の通知とか、弁済した後の事後の通知っていうところまで、しっかり分かってないといけないぞって話になってくるかな。特に選択肢5番なんてね、えー、選択肢5番は、 その、A が C に弁済した後 B に対してその旨の通知をしなかったため B はこれを知らず A に対して事前に弁済する旨の通知をしたというふうに言っていますが、まあ、例えばこのですね、A に対して事前に弁済する通知がなければ、なければどうなるのかっていうね、話です。 あの、要は、事後の通知をしない第一弁裁と、事前の通知をしない第二弁裁がドッキングしちゃった場合はどうするのかっていうところまで分かっててもいいと思います。これ、今回 A に対する事前の弁裁する旨の通知がなかったのであれば、第一弁裁の A の弁裁が有効になるっていう判例があります。だから、あの、そのあたりまで問われたって別に不思議ではなかったかなと思います。まあ、そこまではね、聞いてこなかったけど。はい、問題の33番です。 5比分ける問題でしょうね。 まあ問題の32、33、34あたりがやはりレベルとしてしっかり対応できる状況を作っておいてほしかった。問題のせ、えー、33番選択肢5転用物素検ですから過去出題実績のあるものということでもあるのでやはり正解できるようになっててほしかった。あのー、問題選択肢3番なんですけどこれ20%の方が選んでて 正解詞の次に選んだのが多かったのが、あ選択肢3番ですが、よくよく考えると、これ、B と C の間では、おそらく修繕の受け負い契約などが結ばれていて、で、動産が C の元に渡されて修理がなされている。実際に、これ、A、B に、 動産を返還してしまっているっていうところから、すでにその先取り特権者が動産を手元から離してしまったっていう話になります。あの、当然ね、修理代金払ってくれないなら、その動産をお金に変えて、そこから修理代金を回収するんだっていうのが。動産保存の先取り特権だってことを考えれば。 これを手放してしまっているっていうこと自体でもう動産保存の先取り特権の行使が厳しいって話になるんだよっていうのがあ選択肢3番ということになるんでしょうね。あのこの辺りはやや細かい知識だったかもしれませんがあの選択肢3番のところの判断があ引っかからなければ5番が正解というのを選べることはできたかなまあ,あ合否を分ける問題の1個というふうに言っていいでしょう。 問題34番はこれは難しい、まあ、正答率も40%です1から3までは判断できても4と5はんだいぶ難しいです、えー、司法試験レベルの問題と言ってもいいと思います なかなかできないというか知識で、まあ、知ってた人はいいんですけどねあの多くの人は知らなかった逆に言えばそんなに合否に影響はしないんじゃないかなとは思います一応正答率が40%あったんであの B って書き方はしましたが難しいのであのかなり C に近い B ですね C に近い B だというような話、まあ、問題の34できなかったからといってそれで不合格ということはないと思いますこれは影響はしないです問題35もね難しいです あのー、正答率もさらに下がっています。ということを考えると問題35遺言の内容でね、まあ、選択肢によってはできてもいいものがあるんだけれど「あ」とか「え」あえをあたりはできてもいいかなとは思いますがただ「い」と「う」のあたりがなんだこれって感じのものだったりするところも含めて、えー、特に、e はですね「い」はかなり細かい条文の知識を聞いてきた968条の2項かな。 かなんかの知識を聞いてきて、その意の選択肢の3行目、またはって書いてあるのが本当は勝つだっていう、そういうところで引っ掛けてきたっていう問題なので、まあレベル的にちょっと意地悪だなっていうのもありますし、うーん、まあ、38%の正答率にとどまってるということを考えたら、できてもできなくても影響はなかった。逆に33番まででしっかり正解できてればよかったっていうことです。ただ、 蓋を開けると9分の8、8問正解している方が結構いらっしゃることを考えると、何らかの形で34か35がたまたま合ってたのか、組み合わせなんで35のところでうまく正解に行きつけたか何かで、えー、そこもうまく取れたという方も少なくはなかったようですけどね。はい、商法会社法です。うーんー、まあまあ、あのー、ねー、 すごくついてる人は全部2をつけたら3つ合ってたっていう、そういう方もいらっしゃったようですね。うん、まあ逆に全部4つけたら1個しか合ってなかったっていうね、そういう方もいらっしゃったんで、まああれなんですが、やはり勉強するにあたっては、あの、商法相速商行為はやっといた方がいいっていうのは、まあこの問題の36番見ても、うん、言えることですね。一通りやっとくと、確かに選択肢2番選ぶのは、見たことある人は簡単だったんじゃないかなってことになり いますそれからね会社法どうしてもやりたいならやっぱり設立なんですよね設立のところはあの今回の問題37番正解率はそんなに高くないの33%ぐらいですだけどあの正解誌はこれはあ2014年かなんかに本試験出てるものがそのまんま使われてるような問題だったりはしますだから 設立の本試験の問題だけでもざっと一回直前期に見ておけば、まあそれは試験対策としては、もし会社法をやるっていう、これ二度目以降のチャレンジになるときにね、そこをやってみたいっていうなら、一つ手をつけるべきポイントってことになるんじゃないかな。選択肢3番選んだ人が多かったっていうのは、やっぱり会社法を勉強してる人が少ないっていうことの現れかもしれません。だってまだ設立手続き中なのに、 あのね、っていうような話になってくるというところもあるでしょうからあの、ね、なんでお金を出した段階でいきなり株主になっちゃうのかな株主になるのは会社が成立した時じゃないかなってことに。 気がつかなかった人がある程度いるってことはやっぱりちょっとあんまり勉強してるっていう感じではない科目だっていうことになるのかもしれません。あのそこを含めて問題37は知識としては優しい、すごく優しい問題です。あの38番は読み取り問題みたいな問題よね。総数が減るとしたら確かに焼却する場合だろうっていうのはまあ気づいてできても悪くはないけど別にまあどっちでもいいかなっていうそういう感じの問題です。問題39はちょっと難しいですね。 あのー、この辺りは本当にきちんと勉強している人じゃないと対応は難しいと思います正答率がね割といいのはこの辺はもしかすると司法書士受験生とかそういう方が無料成績診断の中に結構一定数いて彼らからすれば優しいってそういう話だったのかもしれません問題40は、ね、これはできるようになっておいてください あのだって、カタカナアとかってこれ有限責任のことを言っている株式会社の株主の責任として有限責任だっていうのはしっかり分かっておきたい異だってそうだよね株主は持っている株式は譲渡できるじゃないこれ別に非公開会社だって会社の承認取れば譲渡できるんだから譲渡はできるでしょうですから、異はやはりえ共通する内容だというふうに言っていいと思います。 ということなんですね。それから、カタカナへ。株式会社は絶対株主総会を置いて、取締役は最低1人は置かなきゃいけなかったはずです。取締役会を置くなら多数決取るから3人は置けって話になってたはずなんですね。ってことを考えれば、あの、あい、えはもう超基本知識なので、そこから4番選ぶっていうのは難しくなかったはずです。ですので、あのー、このあたりが判断できてもよかったかなという問題です。まあまあ、 あの、ここはね、えー、戦略的に会社法は一切やってなかったっていうんであれば、ああ、それは別に、まあまあ、その判断で他のところがしっかり取れてれば、全く問題はないと思いますが、もしやってたんであれば、今言ったあたりがポイントになるのかなということですね。さて、えー、記述ですか。<laughs> 問題の44番ですね。 ま、今回問題の44番、えー、問題文読んだ段階で、あ宝塚市のパチンコ条例事件だなというのは気づいた方は多かったようですね、まずね。そして、問いの内容としては、問題文の1、2、3、4、5、6行目。最高裁判所の判例によれば、こうした訴訟は、どのような立場で A 氏、えー、が提起したものとものであるとされ、 それから、どのような理由で、どのような判決がなされるべきかと、三つかけというね、話になります。ですから、あの、通常考えれば、この三つに対して、パーツパーツできちんと点が与えられるというふうに考えて良いだろうということではあると思います。あの、レジュメの10ページのところですか、そちらに挙げておきました。今回の問題、実は、 2015年問題8で択一問題として出たことがあります。ですから、それの完全なリメイク版という、そういうことになります。また、あの、ほぼ同種子の問題が、あ記述60問解きまくり講座の42番かな。そこにそのまま出ていたというのを覚えてた方も割と多かったようです。受けてた方はね、ということなんですね。 あのー、今回の場合、やはり一番でかいのはここだと思うのね却下判決を棄却って書いてるとうん、もしかすると全体的に点数を大きく削られるっていう可能性はなくはないだろうと。 いうところです今のところ少数派なんだけどでも一定数絶対いらっしゃると思います棄却判決と書いた人はだそこ書いてるとちょっと全体として点数が、うん、どうかなっていうのはありますがここ、却下って書いてるんであれば基本的には例えば、あの丸、ね、2と丸3が書けてた方は多いの。 法律上の総称に当たらないとか法律上の総称性がないとかっていうような形でだから却下判決だってところが書けていれば基本的に個人面談ではあの12点ぐらいは上げてます。 一番最初がちょっと違うことを書いてたとしてもね、なんか、あの、一番最初のやっぱり一丸一のところが、うん、行政権の主体としてが出てこなくて、必死に編み出した感じで、なんか民事訴訟を提起してとか、なんかそんな感じのことをこう、うにゃうにゃって書いてる方いらっしゃった。ただ、まあ余計考えたら、どのような立場でで民事訴訟を提起してって言っても、それは立場じゃないだろうって言われたら、書いてないのと一緒ってことになるでしょうから、あとの後ろの二つで評価するんだったら、まあ、あの、後ろの 2つがそれなりにかけてれば12点ぐらい上げようかっていう判断をしてます要はパーツパーツで書くべきことが書かれているかどうかですただ結論の却下が帰却になっているとうんとちょっとそこで、えー、同じように前2つが正しかったとしてもその前2つが正しくて結論が違っているとですねやはりあのその2つを前提にその判決は出ないだろうということになるとなれば ちょっと今のような採点がしづらいっていう状況になるもっと減点されるっていう危険性はあると思います。まあ、だからやっぱり却下って書けたかどうかっていうのは記述のね行政法の問題でのもう本当に典型的な 出し方でしょここでえここをポイントに置いてくる問題過去11年何回も出てるってことを考えるとある意味あのしっかりかけていかなければいけなかったものでしょうもっぱらを落としたかどうかはそこまで大きなあ話にはならないだろうと思います確かに2015年の8番の選択肢なんか見るともっぱらって書いてあるんだけれどただだからといって書いてないからと言ってそれで何か大幅に減点ってことはないだろうなっていうのがレックのお回答例なんかを見る るとですね、実際に、もっぱらつけたバイトつけてないバイト両方用意しているぐらいですからそこはそんなに致命傷じゃないです万が一何かあったとしても若干少し点がそれで引かれるかもしれませんがあーそこでもう大幅にということはないと思います行政権の主体としてと書かれていれば、まあ、通常きちっと点はもらえるだろうなと思って構わないのではないかなというのがこの辺りです、まあ、実際見てきてももっぱらまで書いている人ってほとんどい,いらっしゃらなかったりします、まあ、本当にごく少数だったりはします。 あの全体としてどうかはちょっと分からないけどねもっぱらって書いてるとよく書いたねみたいな言い方をしていたようなところが、まあ、あのそんな人数そんなにたくさんいないからあれだけれどお60人ぐらいの人たちを見てきた中での一つの傾向だったりはするので、まあ、そこはそんなに気にしなくてもいいのかなむしろそれよりはあ丸○丸三のあたりをしっかりかけてたかどうかの方が大きいでしょうね。それから問題45番 うん、まあ標準的な内容ですね、うん、この辺りは何だろうねあの債権上等の禁止特約のところはまあまあ、択一などでですねこれは出されるのではないかというような話で今年もお話をよくしていた論点の1個だったりはしますので。 やはり、しっかり、え判断ができるというか書けるようになっていると良かったかなとは思います。あの、問いの内容が、1、2、3、4、5、6行目、えこの場合に B は C の請求に応じなければならないかについて、A の規定、民法の規定及び判例に照らしと、ありますので、やはり、 民法上の条文と判例がそれに修正を加えているということを両方しっかり書けていないといけないというのは出題者が望んでいる形でもあるでしょうしう採点として一部書いてあれば点がもらえるみたいな判断は今年の場合はないだろうと思ってた方がいいだろうつまり結論としてはね まあ、パッと見たときは、やはり、応じなければならないでクロージングした方がいいかなとは思いましたけれど、まあ、応じなければならないかと聞いているので、応じなくてよいっていう結論に持っていってもいいだろうし、よくよく考えたら、判例によりね、寄り添うなら2番目の方だって話にもなるので、そこはどちらでもいいと思います。 あのまず一つ、やはりあの判例のポイントは譲り受け時にっていうところが結構大事なポイントだったりしますがここがあの抜けてる方はもう多いですというか書いた人ほとんどいないですだからそれがどう評価されるのかな一応個人面談のところでは書いてなかったら4点ぐらい減点してっていう形でまあパーツの1個って形ですかねやはりメインなのはこっちなんでねこれなのであのー 善意かつ無重過失までえ、これはワンセットだと思いますので、善意無過失って書いた方ね、点がつかないと思ってた方がいいと思います。あの、条文の立場でもなければ、判例の立場でもないので、えー、残念ながら点はつかないと。 こううい形でバッサリ切られて、えー、もうそれは仕方がないかなこれがね去年の試験だったらあの善意って書いてあればちょっと点上げようかなみたいなねあの採点の仕方を昨年はしてたんじゃないかと思いますただあの466条2項の話なので条文上は善意の第三者にっていう形で書いてあるんですねだから。まだ善意のしか書いいてない方が 部分点がついてもいいてももかしれませんね条文民法の規定には一応合ってるじゃん。判例のエッセンス入ってないけどところがそこに「無過失」って入れちゃうと判例の内容の理解として間違ってるっていう一番大事なものが抜けちゃったってことになってくるので,で残念ながら入れれば1個の塊の言葉になっちゃうでしょ、うん、バッサリ0点っていうそういう判断がなされても文句は言えないっていう採点を一応してます。 だそこがあどこまで、えーね、善意って書いてあるところをちょっと、まあ、ちょいちょいって、ね、点数をくれるかどうかは、まあ、1月31日まで行ってみないとわからないですけれどただ、やはりこれだけあの卓一の点が高いところを考えると問題45番はそういった採点がなされてもやむを得ないというふうに思ってた方がいいでしょうねやはり、ね、民法を勉強するときに最初に言いますけど善意悪意は対象とタイミングが大事なんですね。 対象とタイミング譲り受け時が抜けてるというのはタイミングが抜けてるということになりますしそれから譲渡禁止特約についてやはり「特約について」いてって言葉が抜けてる場合はやっぱり「一定の原点ととといいうことにはなると思いますい全員無重過失」って書いてあるじゃないですかって言っても C が全員無重過失であればっていうふうに書かれていた場合なな何について全員無重過失なのかなっていうことが 残念ながら問いの内容のところでもわからないしそして回答からもわからなければあれ書くべきことが1個抜けてますねっていう形でやっぱりまたあー4点近く減点されても仕方がないかなっていうところではありますよね。なのでそういった形の採点です。が善意かつ無価値って書いたもしくは ね、知らないけど知らないことに過失があった場合とか書いたようなあ人がいた場合これは善意でも知らないでも、あのーね、無過失でも過失があるないでもそれはどっちでもいいと思いますけれどとにかく無重過失の10を除いた場合はこれは今回は0点という判断をしてますただそれが、うん、あの実際の発表の時にどう出るかは、まあ、これはまた蓋開けてみないとわからないけれどっていうのがまあ確かに昨年に比べれば 多少厳しく採点されるっていうその厳しいという意味合いの具体的な表れの一つにはなるのではないかなということなんですねまああの全く思いつかずに全然違うことを書いた方も結構多かったのは事実なのでうん出来はあまり良くない問題だとは思います、うん、なのでまあ多少ね期待はできなくはないなあまりにも出来が悪いんで少しまあ調整するっていう形になる場合もあるかもしれませんがうんまあ、今のところあまり期待は その今言った答案の形になっている方は45番については点数がつくということは期待しない方がいいです。他が欠けててもそこ善意かつ無重過失のところが違っていると全体としてバッサリ切られる危険性は高いかなということですね。それから問題46番ですね。 条文問題ですので、もう条文の内容に照らし合わせて、やはり理想的にはしっかり条文通り書くということが求められる問題ではあるんでしょう。そこにも書いたように、いつから何年かというところをしっかり書きなさいということになりますかね。その下に書いてあるのはこれ724条の条文そのまんまをそこに持ってきてみました。 だからその太字になっているところがやはり回答の中に2つしっかり入っていたかどうかでしょうねまあ損害及び加害者特にここ及びになってなかった人一定数いましたのでまたはになってた人がいましたから、まあ、またはになってたらまあ前半まず点はつかないです3年あっててもあのー、一応今回ねこの問題は 民法が規定する2つの場合を書きなさいと書いてありますので素直に考えれば10点10点です10点10点でそれぞれ点を与えるっていう採点方式でこの問題の設定の仕方からすれば良いだろうと思います。 まあまさか2つ両方あってなかったら0点とかそういうことはしてこないだろうなとは思うんだけれどその代わりここが損害または加害者を知った時から3年間って書いてあったら、まあ、3年間の間が抜けてたからといってそれで致命傷にはならないと思いますけどね、まあ、3年とか3年間って書いてたからといってここが及びじゃなければ前半部分は点もらえませんと思ってた方がいいです後半の方はもちろん不法行為の時から20年なんか「行為の時から」って書いてる人が結構多いのね。 なんだけどそこはやっぱ若干減点でしょうね若干減点はされると思った方がいいかなあの不法行為のことを言いたかったんですっていう申し開きの機会はないですからだからそれを考えるとまあ残念ながら点は減点はされるということになると思いますこれね20年を10年って書いた人も結構いてね数字間違えてる人が多いですね最初の3年が10年になっちゃったりとかそれから後半の20年が10年になっちゃったりとかっていうような形で まあ案外思った以上に出来が良くないです、ね、出来来がが良良くくなないいですですすねもう一つよく心配している方があのこれレックの回答がそうだからなのかもしれませんけどその2つの間をつなぐ言葉で「または」っていうのがなかったんですけどっていうことを聞いてくる方がいらっしゃるんだけどあの今724条の条文の文言を挙げたところをよく見るとあの実は724条って前段と後段に分かれていて。 条文上にまたはって言葉はありませんのでそこの2つをつなぐまたはがなかったあったは気にしなくていいと思いますそこはなくたってまあ文章がちゃんとつながってれば点火なんか打ってつながってるとかね言うんだったら2つ書けって2つ書いてますけどって言われたらそうですねって評価にしかならないはずですそこは全然気にする必要はありません気にすべきなのは損害及び加害者の及びの方ですからそっちがちゃんと書けていたかどうかの方が大事ですでね あのやはり人によってはこの損害及び加害者の損害とか加害者の言葉が似たような言葉だけど違う言葉になっちゃってる人もいました。まあ、もちろん全然違うものが入っちゃってたらもう、うん、ダメなんだろうけれど、まあ、確かにそれって損害だねっていうことが言いたいんだろうなとか,なんか被害がとかねそういう表現になってたりとか加害者のところも 加害者よりは損害かな損害のところがなんか被害の大きさだとかそんな感じで多分損害って言葉が出てこなくなっちゃってなんかんでも多分被害の大きさとかそういうことなんだろうなっていうので書いたような方もいらっしゃったようですけれどうん多分今回あの一生懸命考えて引っ張り出した言葉であってもそのあたりは多分ダメではないかなとやはりそこは条文通り書けてないと ダメなんじゃないかなっていうようなあ見立てをしといた方がいいと思います。 あの損害と加害者の順番が入れ替わっちゃってた場合はそこはいいかなと思いますけどね加害者及び損害がってなってたとしても両方を知った時から3年だっていうことであるならばまあなんか一定数いらっしゃるんですよあの加害者と損害の順番が逆になって加害者及び損害がを知った時からってなってる方もいらっしゃったんだけどそこで大幅減点はないでしょうねそれはまあ条文と順番が違っても気にしなくてよいのではないかと思います。 あのやはり正確にどこまで条文知識を持ってたのかなあの民法の場合は2015年なんかもそうでしたけれど2問出ると1問が条文知識みたいな感じでガンと聞いてくる場合っていうのは、まあ、過去にも例がいくつかあったりはしますけれども、まあ、ここまで、ね、本当にベタな条文をだんと出してくるっていうことはうんやっぱり受験生の持っているベースの力を試すっていう意味では良、まあ、かったのかもしれませんね。 あの、まあ、45番46番の論点のチョイスのおそらく基準はあの2020年からのね民法改正っていうのが控えてるわけです施行が控えてますあの2つとも実はいろいろ条文の改正に影響があるところではあるんですねあの724条もこれは数字などを含めて条文の構造が大きく変わるということがあもう 施行前ということで成立した今年成立した民法改正法案の中で入れられてますし実はさっきの善意無重過失というのも条文に入るのよというところがあるので。 今の判例の理解と違う感じになったりもするとかいろいろいろんな修正の中の1個として善意無重過失っていうのが条文に入ることにはなってるのでまあそのあたりも念頭に置いて選んだのかもしれませんただまあ別に改正云々とは直接は関係ないですねまあたまたまそうなっただけなのかもしれませんしあのー 改正で条文に入るネタが試験に出てくるというのはもう2014年ぐらいからちらほら見られますあの債務引き受けの問題とかもそうだというのはよくその問題説明するときにお話ししたりすることだったりしますし敷金の、ね、明け渡し時節みたいな話もあれも条文に入っていくるんだよねみたいなことを言っていくつか確かにあの改正と連動した問題というのは出てきてはいるんでしょうけれどまあ ねえー、だからといって改正の内容を知らなきゃ解けないってそういうわけではないと思いますのでうん、まあ、44から46まで、あのー、見た感じではやはり、えー、点数としてはどうだろうね、えー、30点ぐらい30点前後ぐらいの点数がついてると合格ラインに乗る。 ようになるのではないかこれが20点台だとものすごく卓越ができてない限りはやっぱり厳しいということになってくるだろうと思います、まあ、いろんな方がいらっしゃるんで卓越のところが140点台でも今回この3つの問題見たときに56点ぐらい記述の点数がつくとういうことがもう最初から見て取れるような方もいらっしゃいましたのでそうすると ね、合計では、ゴンと合格ラインに乗ってくるっていう方も何人かいらっしゃいます。ただ、今回の場合、択一の出来がいいんでね、やはり、えー、30点台ぐらいが一つの目安になるのかなというところではありますね。まあ、そういう意味では、標準的な問題だったと言っていいかと思います。はい、えー、ではあ、記述を終わって、一般知識に行きましょうか。 先ほどもお話ししましたが54番からの7問と53番までの7問でなんか2つの試験がこう合体してるような感じの問題の作りになってました。ですから54番からあとの方が例年の試験に近い感じの構成で問題が 作られているのでやはり見てるとそちらの正答率正解数が多い方が圧倒的ですね前半の方は人によって知ってる知らないで、えー、もうできるできないの差がはっきりつくところだったのかなと思います。 まあ、その中では、うん、前半の7問で見るんであればねこちらまずは問題の47番はできてもよかったかなという問題ですね問題の47番に関してはこれはあ、まあ、雑学のレベルになっちゃいますけれど知っててもよかったのかなというそういう問題だと思いますあのー、今回選択肢1番があ約8割近い正答率っていうことを考えると あのね、ここの一般知識からはもう司法書士受験生だろうが何だろうが全員同じラインで多分 評価すするることとになると思いますあの要は司法書士受験生の方もこういう科目はないので結局あの行政書士専門で受けてる方と多資科を受けてる方とで差がつきづらいのがこの一般知識ですからこの正答率はほぼ全受験生の正答率と思っていただいてもいいんじゃないかなというところで考えると選択肢一番のこの金正恩さんと金ソンさんのお話というのはこれは80%の正答率というところから考えての正率というところから考えて 結果論としては取るべき問題だったというふうに、えー、されてもやむを得ないのかなあのー、どこで引っかかったかどうかちょっとよくわかんないですというのは2345はもう同じぐらいのパーセンテージででも1桁台のパーセンテージでばらけている感じなので人によってあれこれっていうのがありますかね。まあ、4 2345つのの残りのの中で一番まあ 本当にあの、どんぐりの性比べ的な正当率なんだけど、その中で最も高いのは6.6%で選択肢4っていう、そういう話ではあったようですね。うん、安倍さんと吉田茂さんは直接は関係はないかな。あの、あれなんだよね。吉田茂さんの孫って麻生さんなんですよね。なので、 あの,あのタイプのキャラクターはを受け継いでるのは麻生さんの方だということになりますかあの安倍さんは岸信介さんの孫ですからだからあの、まあ、孫ではあるんですけどね孫ではあるんだけれどそのおじいちゃんの名前が違うよねっていうそういう話ですねうん、まあ、あとはもうねブッシュさんは比較的有名でしょう、まあ、パパブッシュって言われるぐらいですから、まあ、有名ですし まあ、パク・クネさんもまあまあそこそこ有名だったのかな割と最近の話ですしね。うん、あのガンディさんはインドによくある名前なので日本で言ったら佐藤さんとか鈴木さんみたいなもんですから。だから、あの両者の間にはあ血縁関係はないということになりますか あという話なんですけどね。うん、まあまあ、あまあ、二度出るかどうかと言われたらもう出ないと思いますから、今年一年限りの問題だと思っていただいていいと思います。えー、問題48番です。実は久しぶりに公的年金の話が出てきちゃったということではあるんだけれど、 あのー、ランクは C ですだからできる、できないは合否には影響しないと思います、ここは。あの正答率も40%というところを考えてもそうでしょうし、まああのー、年金もらっている方とか自営業の方は確定申告なんかをするときに実は、雑所得とかそういうところに年金の、ね、話なんかがあの確定申告する方は確定申告の手引きみたいなのを見ると。 あのそこに載ってたりするんで見たことがあるとかそもそも年金をいただいている方は、ね、そのことを実体験的に知っているとかっていうのはあるかもしれませんそれから会社でも何ですか経理とか,あなんか総務とかそういうところで働いていらっしゃる方は実際の業務の中で知ってたって方もいらっしゃったようです、まあ、そのぐらいですねはい問題49番、えー、ランク C です、まあ、非常に難しいです でなんで50%も正当率があるのかは分かりませんけどとにかく難しいです、あのー、この辺りを考えて、ねまあ、農業政策自体は、えー、出てもいいだろうなんていうことは実はあのー、言ってたんですけどこんなのが出るとは思わなかったっていうような本当に近年のここ12年の法改正みたいなものを聞いてきた問題なので、まあ、難易度は高いですね。 あのこういうのはね来年また受けるというような方であるならばまあ雑学知識のレベルになりますけれどあのワールドビジネスサテライトみたいなあいわゆる日経系のやつですね日本経済新聞の日経の話のニュースなんかだと WBC じゃなくて WBS だ WBC は野球だね WBC の,のワールドビジネスサテライトってテレビ東京で夜11時からやってる日本経済新聞提供の。 おまあ、経済ニュース中心のニュース番組がありますけれどあれなんかを見ておくと意外とこういうことはお話はしていますので、まあ、それが頭に残ってればぐらいのレベルかなというところでしょうただ、合否には影響はしてないと思います、ここはね、まあ、精神的には影響はあるかもしれないよ、こういうのはただあの合否に影響はしてないというものなんだろうなと思います、はい、問題50番うんこれもランク C です。 難易度的には、まあ難しいんでしょうね。35%っていう正当率は、どうなんだろうね。あの、なかなか正解は厳しかったという問題なのかもしれません。もう本当に分散してますので、2と3で迷った方が多かったかな。かアプローチの仕方は良かったのかなとは思います。例えば、1番が電子マネーだろうなというのはね、 仮想通貨ですしまあ、わからなくはない。だから、まあ、これも例によって、あの、後遺でちょっと見づらいんですけれどお、ただ、あのところが電子マネーだろうな、だからあ、ローマ数字1番がね、あの電子マネーだろうな、1、2、3に絞り込むということはそこでできてもよかっただろう。そうすると、あとはローマ数字2番が、 あ分かれば1、2に絞り込めますね。P2P というところが分かればいいのかな。あのデータを直接端末で保存したものを直接やり取りするっていうので、まあ、そういう言葉がありますけども、おーデータを共有するような、ね、やり方が取れるという時に P2P というのは出てきたりはしますので、それが分かれば単純に、えー、その段階で1と2に絞り込めて、なおかつローマ数字3番は あでもう両方共通してますからどっちみちもこれは迷う必要はないあとはローマ数字の4番なんですがさすがに所有者名はないだろうということになる前誰が持ってたかが全部名前がわかるっていうのはおかしいですよねで考えるとこれ違うなっていうので絞り込めば確かに2番には行き着きますただローマ数字2番の判断がわからないと 1>, 1、3、4までは分かっても結局、ローマ数字2番が選択肢2のあと選択肢3の位で迷うってことになるので、まあ、組み合わせとしてはよくできてるんですけどその分、難易度が上がっちゃったっていうのが大きな理由かもしれませんねあの35%っていうのが正答率なのも迷った方が多かったからということなんでしょうあの合否には影響はしてないとは思いますこここまではこの前半7問のところはそれほど合否には影響はしてません。 ただね、ビットコインはよく本当に WBS でよくやってたんですよ。よくやってたので、まあ、やっぱりあの日本経済新聞系のやつっていうのは、まあ新聞読んでてもいいでしょうけれど、おまあ読むのがめんどくさかったら、あのニュースを夜ね、つけておいて、ぼーっとつけておいてっていうのだけでもお、悪くはないかなっていう話ですね。こういう問題を拾えるというような可能性を作るっていう意味では悪くはないと思います。はい、問題51。 意外と正答率が高いですね。67.6、約68%の方が1を選んだようです。あのね、A の方が B より大きな値となるっていう、またアバウトな問題だったりはするんですね。まあ解説の方にそれぞれの数値は書いてありますのでという言い方しかできないですね。あの、まあまあ。 えー、問題51番はこれはできなくても仕方がない問題でもあるだろうけどまあなんとなく一坪の話は、うん、なんかねこれだけは分かったっていうので1平方メートルーではないだろうなってもうちょっと広かったんじゃないかなっていうことぐらいが分かってまあ1番かなっていうので選んだ方が多かったのかもしれませんね。2から45までがどのくらい判断できたかっていうのはね ななかなか難しいいとところだったとは思いますあの選択肢3番の「一兆部」って書いてありますけどよくあの農地改革の時なんかの当時のポスターを見ると「百万兆部の解放」みたいな感じで当時よく使ってた単位なんですよねだから現代においてこれが分かる人ってどのくらいいるんだろうっていうのはちょっと疑問ではあるものです。1章はね これはなんとなく、あの、1.8リットルぐらいかなぐらいは、まあまあお酒の一升瓶とかがありますから、まあそれでご存知の方はいらっしゃったかもしれませんね。はい。それから問題の52番、消費者保護の内容ですけれど、これも難しいですね。 あのー、ランクは B になってるのは組み合わせで正当率が54%まで上がってきたので、ランク B だという言い方にしておきましたけれど、中身としては難しいです。うん、ちょっとね、今後のことを考えると、消費者関係の話っていうのは、うん少し、えー、これは勉強の対象に入れておいてもいいかなっていうのが一般知識の中では、まあ、今回この前半の7問で、 え今後のことを考えると消費者問題関係はあ知ってても良いテーマの一つだろうとは思います、うん、なかなかね消費者庁がどうこうとかまあ、せいぜい消費者契約法の話ぐらいまでしか 通常はしないんですけれど、まあ、こういうのを見ているとやはりある程度分かってもいいのかなというかこれからまた同じような問題がここ数年で何回か出てきても悪くないだろうなっていうテーマの1つになるのではないかと思っています。 あの一つ数字が入っているものっていうのは大体間違ってるっていうのはそれはあの理論的にはあるんですねこうやって「あ、えー」A、から「お」までの中で一個だけ数字が入っているカタカナ「い」っていうのは分かんなかったら間違いって判断するっていうのがこのマークシートの問題の場合は一つの解き方だったりはするし実際バツだったりもするということなんだけどまあこれ「い」と「う」が分かっても答えが絞り込めるわけではなかったりするんでなかなかしんどいですよね「う」はこれは分かってもいいと思うのね 欠陥者をなんで消費者庁が回収しなきゃいけないんだっていうのはメーカーが回収する責任があるだろうというのは分かってもいい。それから絵のところなんだけど国民生活センターはこれは独立行政法人なんですね。あのー、NPO ではないだろうな。 あの民間団体ではないだろうなっていうのはそれは気づいてもよかったかなとは思いますだから「う」と「え」は知識である程度判断がついてもよかったあと「カタカナ」「い」の話っていうのは、まあ、今後の一つのあれとしてね、えー、こうやって5個の選択肢で1個数字が入ってたらこれ一般的にあの大学入試なんかでもそうなんですけど1個数字が入ってるとそれ間違ってる可能性が高いっていう。 それはあまほんと知識ではないです。けれど、困った時の最後の一手っていう形で頭に置いといてもいいとは思います。もちろん当たり前だけど、この数字が？ あの正しい数字だって判断できる場合は別ですけど全然分かんない時ね本当に分かんない時は数字が1個入っている問題ってあんまりそんなにしょっちゅう出てくるわけではないだろうけど今回の問題がそうなんでしょうけどあの大体間違っているっていうのが1つ、問題を作る側の意識だったりはするっていうのは知っててもいいかなっていうところでしょうねまあ消費者問題については団体訴訟であるとか今回ののカカタカナアのね。 えー、景品表示法の改正なんてこれまで知ってる必要があるかどうかはあれですが、いうえ、まあ、うとえのあたりの話、消費者庁の役割と、あとはやはりこの国民生活センターが独立行政法人なんだよねなんていうような話など含めて、やはり消費者庁関連の論点というのは、まあ、あ来年の試験向け という形ではある程度情報は出していかなきゃいけないかなというのもありますしまああの高校生のね現代社会の参考書とかああいうところなんかにも実は載ってたりはするので、まあ、その消費者問題っていうのはあの来年の試験対策上はね入れておくとおこれはプラスアルファとしてはいいだろうとは思いますあの今回の問題は内容としては難しいただランク B ということですかね はい、問題53番です。うん、意外とできてたよ。あの、76%が正解ってことは、意外とできてましたね。だから、あの、問題53番、ランク A ということにしてあるのはそういう理由です。なんだろうね。<laughs> まあ、ね、<laughs> 同じものがもう一回出るかと言われたら、 うーんじゃあ今度は誰みたいな話になりますからなかなかないとは思いますけどねただまあまあ,あ白い巨頭というのは、まあ、有名な話だったというので知ってたという方も多かったのかなっていうレベルですあの絶対できなきゃっていうわけではなくても正答率から A だって言ってるだけのものだと思ってくださいこの前半7問だと まあ47番と53番あたりをできている人が多いっていうそういうい話ですこの前半 7, 番は7問はあのどれが絶対できなきゃいけないっていう話ではなくて、まあ、2つぐらい拾えたらよかったよねっていうものなので、まあ、その中で拾いやすかったっていうのが結果の数字で出てるのが47と53だというそういう言い方にとどめておきますもうね出ちゃったものをあれこれ言ってもしょうがないのでまあ,あの問題の何ですか悪口とかね。 あのそういうのはもうあのネットに任せる <laughs> それは私がここで一生懸命言っても。 あの聞いてる人があのスッキリするのかもしれませんけど、あんまり意味はないかなっていう気はしますので、あのそのぐらいであとはもう2チャンネルとかに任せておけばあのいろんな人がきっと書いてらっしゃるんじゃないかなとも思います。もう怖くてもうね5年ぐらい見てませんから <laughs>、2チャンネルはねだいたいあの2年5年ぐらい見てないって言って今日家に帰ってそんなこと言ったからって思わず見ちゃったりすると、だいたい人の悪口しか書いてないので <laughs> あのねだからあの見ない方がいいだろうなと思ってますけれど、 な話です、はい、で54番からなんですがここからがやはり勝負どころということになったんだと思います、実際にあの無料成績診断の正答率がここからぐっと先ほども言いましたが上がります。 なので、ここから勝負に行った人が多かった。例えば、あ問題54番、これ、えー、ある意味合否を分けた問題の1個ということになるかなという話ですね。まあ、基準点割れを防ぐための一つの取るべき問題の1個という言い方になると、そう言ってもいいかもしれません。あのー、クラウド。 というような話で、えー、クラウドコンピューティングとそれからクラウドファウンディング。クラウドコンピューティングは以前試験出てます。 でこのクラウドが雲の意味だということもやはり有名な知識として、えー、そういった問題の中でも出ていたような話だったりしますそれからクラウドファンディングの方はこれは多くの人がお金を出してっていうような群衆って意味合いのクラウドだったりしますのであのその辺りのところですかね。 えー、まあクラウドファウンディングとクラウドコンピューティングで、あとはちょっとスペルをね、聞いてくるっていうところがややレベルとしては厳しかったかもしれませんが、ただ正当率67%なので、まあなんとか正解に、 行きつけたという方が多かったんだろうな、まあ、ただね、1番も28%いますから、1か5で、まあ、ある程度言葉が分かっても、最後、スペルが L なのか R なのかでね、そこで分かんなくなっちゃったって方はいらっしゃったかもしれませんね。まあ、問題54番、こういうのは、あ情報通信用語としては、ただ、クラウドファウンディング、クラウドコンピューティング、共に知ってなければいけない言葉だっただろうということなんですね。 あのこそーっとね、養護集とかに載ってたりはするんです、<laughs> あのなんだあ、発展アップ道場とかね、ああいうところでクラウドファウンディングっていうので、クラウドがあの R の方だっていうことが書かれていたりはするんですけれど、まあ、あまりそこね、えー、意識せずに見ていた方が多かっただろうとは思いますから、現場で雲ってどっちだっけっていうので判断つけたって方も多かったのかもしれませんね。 はい、それから問題55番、うん、これも著作権の話なのでうーん知識があったなかったではないのかもしれませんが少なくともカタカナの「あ」裁判所の出す判決はん、ね、自由にもちろん引用して使うことができるものです公共性高いですから「あ」が正しいというのはこれは読んで判断ついてもよかったかなと。 組み合わせなんで一般知識の鉄則として組み合わせ問題はやはりチャレンジするべきだっていうことになるんでしょうね全部分からなくても答えが出るあの一般知識問題の場合、まあ、今回はなかったけど個数問題とかはこれはあ絶対やってはいけないっていうような言い方はよくしますが組み合わせはね内容が分かる分からないにかかわらずチャレンジはするべきなんでしょうあの今回の場合あとをが、まあ、読んでみて言えう絵はうーんだ で「い」とか「う」はね3つから判断するって書いてありますけどまあまあそうなのっていうような話で「あのカタカナの「オが正しいのもこれも読んだら気付いてほしいなじゃないとね映画化したとか脚色したとか脚本家の方とか著作権ないってそんなことはないだろうっていうのは判断がついてもよかったかなというので75%の方が正解に行きけたんだと思います。ですかからあの問題55番もしっかりここれれは取れてることが うーん、足切りに合わないためには必要な問題だったと言われてもしょうがないわね。はい、問題56番ですが、はい、問題56番、これは、うーん、オーソドックスな用語の問題でした。クッキーは以前本試験でも出てますね。 ですので判断ができてもよかったかなワームというのもこれはあのやはりセキュリティ関係の用語に当たりますのであのこれ情報通信用語の場合大事なのは、ね、まずは情報セキュリティ関係ですいわゆる何かウイルス関係の話とかっていうのはよく試験出てますし えー、ファイアウォールみたいなそこから守るためのシステムみたいなものもよく試験では用語として問われているというのは過去10年の用語の問題を見ても明らかだったりします。 いろんな予備校の模擬試験なんかでも使われているワードだったりしますのでカタカナ「アが」がこれ不具合のことではないだろうな不具合はバグったみたいなねバグっていうのがその言葉になりますので、まあ、1「ア」のところが×だというのも判断できてもよかっただろうということですそれから「い」はなんかもっともらしい、えーなんかね、正式名称をここに書いてますが。 これあのドメインネームシステムの略でしょうからだからということ、いはちょっとね分からなかったかもしれませんけれどあうえあたりは判断ついてもよかったかなというのが実際のところなんでしょう正答率が63%ですから、まあ、このあたりはやはりしっかり正解できたかどうかで差がついたってそういうタイプの問題ではないですかね。 56番はあやはりきちんと正解するべき問題だっただろうということです <laughs> はい問題57番なんですけれど57番情報公開法制と個人情報保護法制というようなものですがあの1番から4番はね何らかの形でこれまで試験に出てるものもしくは法令科目一般知識問わずに出てきたものの寄せ集めです ですからあの確実に切ってって5番が正解ってできた方が8割近くいる79%っていうのはある意味当然の結果だと思いますこのあたりしっかり勉強していれば1から4は判断がつくと思いますこれはねであの来年の以降来年以降の試験対策ってことで考えるとやはりやっとこれで2年、えーね、去年今年と 個人情報保護法関係が試験になかなか出しづらい年だったものですからあやっとこれが来年の試験以降解禁という形になるでしょう個人情報保護法の今年5月30日施行の新法ですねそれを試験問題に出してくることができるのは来年以降ということになりますだからその時まで含めてこの内容というのはやっぱり大事ですよね行政機関個人情報保護法や個人情報保護法の内容が正面から 来年以降は問われてくるということが想定できると思いますのでまあその中で例えば行政機関って言葉が出てきたらこれは国の行政機関だけを指すんだと地方公共団体とかは入らないんだというのはこれはもう最も大事な知識なんですね。なのであの行政機関個人情報保護法とか行政機関情報公開法というのは全部国の話なんですね。 あの地方公共団体は条例でコントロールするっていうそこはものすごく大事な知識で1番2番それが分かれば答えが出るんですよ1番2番はそれがわざわざ2つの選択肢に分けて、えー、出されているような話だったりしますから、まあ、十分答えとしては出せるかなんなんか1番7%ぐらいの人が選んでるみたいだけどちょっとそれはね知識的にはやや甘いかなというところですね、まあ、選択肢3番が罰なのはなんとなく分かるでしょ それから選択肢4番、これ行政本出てましたね、1回ね。まんま同じものが出てます。あのー、情報公開個人情報保護審査会は、諮問をする機関であって、そこに審査請求するわけではないですよね。 なのであの、同じものをそのまま出してきたっていうような問題だったりするんでしょうあのよく個人情報保護法で、ね、開示請求して不満があってもこの情報公開個人情報保護審査会の対象ではないですよというような話をしたりとかというところでも出てきますしそして審査請求はあくまでその開示請求をして対応した行政機関に対してするものであってその 審査請求を受け付けたところが諮問する先がこの審査会なんだって話を、ねえー、していたあの行政不服審査法なんかだったら行政不服審査会に諮問するとかっていう話と合わせてこの場面ではここに諮問するんだよ あの公文書管理法は出なかったけど、はい、公文書管理法であれば公文書,委員会にえ公文書管理委員会に審査制諮問するんだよとか、まあ、そんな話をいろいろとしていた中に出てきてたものですからあ選択肢4番きちんと判断できてもよかったかな5番は情報公開請求の不開示情報の一つということですね。まあ、あ選択肢5番を積極的にというよりはう 1>, 1から4を消せば答え出るよねこれ確実にできてないとまずい問題の一つだと思います来年受ける方は来年につながってくる大事な問題ですねはいそして文章理解です今回はね全部できないとね文章理解はうん何でしょうね一つ まあ今までの問題ではあれですけれど一般知識でちょっとクレームじゃないですけどおいっていうのはこの3つの問題が優しすぎるんじゃないかなっていうそういうことは若干あの問題としてね、えー、予備校の模擬試験でこれ3問文章理解出して全部正答率が9割を超えてきたらですね あの問題作った人はは怒られれますねこれはあの問題として成立してないって言われちゃうようなほとんどの人ができちゃった問題なのでまあ本試験ではありがたい問題かもしれませんがあの問題60なんか95%近い人が正当してるっていうのはあのねなかなかあ,あんまりないですよねこんなのは。これ解答速報会でも話したんですけどやはり今の文章理解の問題は問題58番のような穴埋め。 それから、50、60番も穴埋めと並べ替えの合体バージョン。えー、59番穴埋め。まあ、その2つのパターンしか出なくなってます。で、去年試験員変わって、去年も同じ感じで、今年もこんな感じだから。 でその前の試験員の方も同じ感じでその前の人も同じ感じでというので2011年ぐらいからずっとこんな感じなんですねだからおそらくこの傾向は続くだろうと見てていいと思いますのでまずはこの2つの出題のパターンでちゃんと答えが出せるようにするということが大事ですあのね変な話585960でしょうん慣れてくればすごく早ければですよ3つの問題ね 3分で答えが出,る、うん、出せますあのー、実際これを見たときに何の文章が出てるかはあの全く見てないですね。全く答えを出すときに見てないです。 えー、あるポイントだけを見て答えを出してしまっているというのが実際のところだったりしますだから3つで3分、まあ、長くて5分ぐらいあれば出せるようになるというぐらいのレベルの問題です、まあ、来年の試験問題はそこまで簡単なものは出てこないかもしれませんけれど例えばあの58番、ね、これ空欄補充なんですよね、あのー、一番わかりやすいのはローマ数字2番あたりかな、まあ、1番から順番に見ていってもいいですけれど あの、ローマ数字2番なんかを見ると分かりやすいわね。なんでかっていうと、直前に、そして私たちは次の時代の潮流に乗り遅れないようにしなければと必死だったの後に出てくる言葉、あの下の語群4つ見たときに、あの直前に書いてある言葉と同じワードが入ってくるものが入るだろうっていうのは、こういう問題の鉄則です。だからもう意が入ることは明らかなんですね。 他でそれが入るってことはありえないですよ。直前に出てくる内容と似てる内容だからすぐ後に来るっていう判断をしてもらえればよかったはず。まあそれ考えると、ローマ数字1番に絵が入るっていうのも、ね、なんか意味で生きるっていう話が出てくるなら、それだって別にいいじゃん。ってことになるでしょっていうことを考えると、うんもうあのね、ローマ数字2番に意が入るって分かったら、そんなの4しかないからね。 もうやりだから95%の正答率っていうのは最もなんでしょうあのそれから59番ねこれもぜひ、えー、よく文章理解の話するときに言うんだけど語群を見て与えられた語群見て5つ並んでるものが似たような意味ばっかりだったらそこはいじらないの。 だから補助ツールとか補助コンテンツとか補充アイテムとかそんなのはあの何が入ったって別にいいじゃないってことを考えるとそんなとところでで判断ししようとしてはダメです答え出なくなっちゃうだからはっきり意味合いが違う例えばローマ数字1番みたいに漠然と生前と半然と漠然だったら漠然漠然グループと生前半然グループに分けられますのでこういうふうにはっきり2つに分けられるような語句が 出てきてるところからいじっていくべきです。そうすると、明らかにローマ数字一番に漠然が入ることはわかるの。となると、一か三なんです。一か三になったときに、今度二番はダメよ。習熟と連成だったら、もうどっちでもいいような感じがしますもん。な、に対して、ローマ数字三番の元々の意味って意味の原義と。それから、ご、原義っていうような言葉だったら、これは差があるでしょ。 だから、だったら1だろうなっていう判断が前後関係からわかるはず。まあ、それで終わり。あの文章何書いてあるかは別に、あの、気にする必要はないってことその周辺だけ読めば答えが出ます。それから問題60はね、まあ、あの、もっと優しいでしょうね。あの、問題60の場合、実際この相上を、の中を見たときに、 「あいうえお」の中を見た時にあのー、中身内容の並びから「え」の次に「い」が来るんだろうなというようなことまあ「えい」「あ」ぐらいまでは簡単に並べ替えができちゃうんですねだから「あのえい」ってなるんだろうなで見たら3しかないんですねだから上の文章なんか読む必要ないです あの下の組み合わせだけで答えは出せますもし心配だったらあのその直前のところだけを見ていただいて、えー、判断すればいいんじゃないかなっていう話にはなりますのでちょっと簡単すぎるかなっていうのが実際のところだったりはするんですまあ,あの文章理解は同じものは出ないからねこの回答のテクニックだけきちんと把握しといていただければそれで良いだろうということになりますかはいということであの今回の問題ですね、まあ あね、一通り見てきました、まあ、来年のことを考えてというのを最後にちょっと一言付け加えておきますけれどあのまず、今回、ねまあ、合格してそうな人はいいんですけれどあのちょっと微妙だというか、まあ、ちょっと厳しいなという方ね自分の今年の試験の出来を見るときに自分の実力を評価するときは必ずまずは、まあ、記述は今、わからないから。えー マークシートのところの内容で判断するしかないですよね。一般知識分は覗いてください。 一般知識で下駄を履かされて総合得点が上がっちゃってるので一般知識で11問とか取って44点取ったから合計が非常にいいみたいな状態になってる人は一般知識分は切り捨てて法令がどれだけできたかでやはり自分が今回の試験でどれだけの習熟度があったかというのは判断するべきだろうということですそこを冷静に見見ないとあの見誤ります。 とということになる記述入れて176点ぐらい取れたから来年は6月ぐらいから勉強すればいいかなとか思っているとあのやはり違うよってことにはなると思いますのでそこはあの気をつけた方がいいですもう1つ、嫌な予言をするんであれば法令科目はやっぱり今年よりは取りづらい問題が増えることは今までそういう順番できてますのでやはり、やや取りづらい問題が。 特に民法あたりで増えるだろうということはもう容易に想定できます。憲法も少し難易度が上がるかもしれません。行政法だって実際向こうは下げたつもりだったんでしょうから、だからもうちょっと上がってくる、要は相対的に法令科目の難易度が上がるということは想定しといた方がいいと思います。なので、やはり、あのー、ね、来年もう一回受けるぞというのであれば、まあ、そのあたりを想定して、えー、早めに動くというのは、 これは必要なんだろうねというところですあと発表待ちっていう人ねそういう方も多いと思うのね記述次第ですとか ね、あのお前の言っている技術の採点基準と違うかもしれないじゃないかとだから、うん、技術の結果が出るまではちょっとまだ動けないって方もいらっしゃると思いますだったらあのその場合は以前どこかにも書きましたが両方にらんだ動きはきちっとしておくべきですどういうことかというと受かった場合その後どうするかということと落ちた場合を考えたあ知識を落とさないための勉強と両方やっとくべきです。あのつなぎの時はやはやり うーん一つ考えられるのは民法ですね。民法の勉強をきちんとしておく。あと、個人情報保護法の改正などについて、しっかり、えー、学んでおくってことは、どっちにしろ役に立つので、その発表までの間の時間を潰すんであれば、そういったことをやっておくといい。あと、会社法なんかも学んでおくと良いのではないかなということなんですね。はい。えー、というので、今回、 まあ、あの分析ということですから、あ本試験の問題について、えー、一応全部の問題にねあのそれなりにコメントを入れてみたということにしました。まあ、これをぜひ参考にですね。えー、まあまあ今後どうするかということについてはまた考えていただければということですね。はいそれではあこのあたりで時間が来ましたので一応終了ということにしたいと思います。じゃお疲れ様でした。